か。はい。はい、はい。よいよ。はい、明けまして。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。私も、よろしくお願いします。はい、おもしおもし。仕事で、本日も、本日とて、カスタムですね。本日とてカスタムです。カスタム。糖分取ったチョコレートとハイチですね、今日のとも。今日のお供はチョコレートとハイチ。今リーチ中。みんなめっちゃ静か。本話か BGM 忘れた。はい。声の声量全体的に小さめ。あーちょっと絞ってるからか。エヴァは顔なんだな。理解。はい。オッケーこれでよ。はーい。やっぱ上がった。ということでね、なんだかんだ。全員でカスタムをやるな。あ全員揃って。あごめんミュートになってた。あやっぱり。やっぱり。めっちゃ静か。ご覧な思ってね。ちょっとゲーム大きい。オッケーちょっと待ってゲーム音ね。そうなんやな、そうだ。あれです。お疲れ様です。ちょっと待って。お疲れ様です。お疲れ様です。エイペックスリーゼンスのゲームを下げます。誰かエヴァの的になってほしい。いいよ。やったー。はい。こんなもん。どうですか。うるさい。足跡俺の方の運用も下げない。いやー、当たらんな、マジ。なんでや。高いって言ってました。高い。腰が。いや、俺が見てる感じ高そうな気がする。感度か。感度が高い。感度が高い。低くしすぎると低くね。どのくらいがいいんですか。いや、1.8。じゃ、せめて 1.7。1.7。いや、僕、0.9 なんですけど、ただ、それはもう本当に人それぞれなんで、感度って。前まででも 1.0 ぐらいでやったんですよね。でもなんか硬すぎる気がして。立ってるのか。あ、部屋は立ってるっぽい。行かねば。行かねばならん。じゃあ行きましょう。ありがとうございます、エル先輩。うん。行きましょう。はい。あ、もうコード配られてるらしいですね。本当だ。よしと。これか。パーティー離脱して向こうのこうか。よし、入った。よーし、カスタムだー。ほい。カスタムコードどこ？てか今春はじゃん。事前カスタムのとこです。そう、事前カスタムのところ。私たちが待ってるんだわ、多分。見てなかったや。これ。ほい。ああ、ごめん。ありがとう。今、更新された。はい。行かねばならん、戦場へ。あ、みんな揃ってる。まずいまずい。行かねばならん。あ、いそか選べるから行くか。戦場へ。よーし、行くぞ、ジブだ。うまく使えるか、ジブ。よいしょ。よし。あ、とりあえずこの前長尾さんに教えた3種類くらいのドームだけ覚えてもらえれば。はい、わかりました。自分を守るため、味方を守るため、敵に詰めるため、はい、の3つで。はい、3つで了解です。はい、おー来た。早いな。カスタムで初ジブだね。確かに。そっか、前回できなかったもんね。そう、昨日おらんかってん。で、前回はカスタムごと潰れたから。ね。そう。さあ。行くべな。よーし。ちなみに、
ファイトナイトは俺たちのファイトナイトですか、まだ。うん、かぶせは俺、うん、いない、いないと思う、いない。そうでもと6にワンパずつって感じ。あと今日はあれがいるからボカンもいますね。チグちゃんのところ、はいはいはい、ハイダーと、あそか、昨日いなかったか、森永さん、そうそうそう。なるほど。よし、行くぞー。はい。はい。いいな、グローブ。俺も欲しかった、それ。どれもいいよ。パラバイヤー、あと6時間あるで。あと6時間だろ。死ぬわ。ロッキリしかしないねん。ファイナーイス。多いね。いるやん。ファミスター。帰ってきた人たちいるかな、いるかな、いないことを言おう。いつも通りって感じするけどな。さあ、いいものを探しましょう。いつも通り、南が多いな。エステートもワンパ。なんかいつも通りって感じなのかな。いつものオアシスワンでしょ。で、あれが階段ところか。いる、奥行くね。あ、ボカンいなくねえか。あれ、ボカンいる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 。オッケーオッケーオッケー。俺じゃあ手前。行きまーす。じゃあこっから行きまーす。よいしょ。リンゴ上がるか。お、ワースティフーラッキー。ナイス。ナイス。お、青もある。あ、取り手紫、取り手と、あと俺もこれまでで6倍。スナイパー、アクションスナイパーマガジンを見つけたぞ。レベル1だ。お、金バックある。金バックないすぐ、あ、見した。金バック紫あるよ。金バックこれもらおうかな、したら。らすぐこれは欲しい。紫バックボルト金めっちゃいっぱいあるんだけど。あ、紫ヘルメット、金ヘル長尾に渡す。あ、でもここにあるわ。オッケー、金ヘルバックもらいます。あと金ヘルもらいます。紫のオッケー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 。悪くない悪くない。あ、曲がない。ディボか、ショップ行きたい。ナイスショップ。ディボか、どうしようかな。フラットラインもらっとくか。ライン、あと俺のところに金バレルあるからよろしく。あ、銀バレル欲しいな。金バレルあります。どこだっけ。ここ、バレルスタビライザーを発見、レベル4。これは拡張ヘビーマガジンを発見、レベル2だ。 OK、 あと3倍か2倍のスコープあったら欲しいぐらい。アーマーがないというか、アーマーがない、アーマーないのは事件だな。事件です。だらマーケットに進化シールドあるよ。あ、ここに青ありました。あ、それだ。それだ。それだ。あれ、昨日私ピン刺したのに、なんだこのちょっと。マジ？でもあれのマーケットの近く。これしたら足利来たりか、送電網から行ってみてもいいですか、次。オッケー。送電網パティーンで、そっちか。そうでもちょっと入れ替えてほしい。金なくなっちゃったバレル。あ、マジ、うん、ブラマの前だよ。ブラマで見てもないですよ。でもいや、ブラマの前に置いてある。前もバレル、前前もない。ブラマの、え、ブラマの近くに捨ててたよね。ないですね。バグか、マジバグか。なくなっちゃった。他の老婆が取ったとか。老婆いたかな。あ、エルだわ。エル先輩。あれびっくりしちゃった。やばい、マジでね。何でもかんでもバグのせいにすんじゃないよ。なんだけど、ちょっととりあえず詰めてみますか。そうでもの、はい、まあ、ワンパーいると思うけど。でも銃声とかもしなかったからな。ワンパーしか降りてないのか。物資いい感じ。外は空いてないけど中は空いてる。ね、空いてるね。とりあえず上のブロッカー。そうですね。すか、ここまで入っちゃえば、まあとりあえず。アンチだしね、とりあえず。うん、アンチ内だから。うわ。調査ピンク見れないの悲しい。てか金バレル渡すよ。L G 7だから別にそんなにって感じ。ああ。ここがって。じゃあもらおう。
ょっと適当に漁ってまーす。はーい。周り見とくね。オッケー。もしマスティフあったら教えてください。今エヴァと301。ああ、301持ってた。エヴァか。持ってた。オッケー。向こうは開いてない。ちょっとだけこのまま。向こうも開いてないな。上も開いてない。どこ行った？エネチョか？多分もう移動したんじゃないかな。そうなんだ。エネチョに移動したんじゃないですかね。アンチ的にも。ね、これ多分リフトかガーデンだよな。アンチは。アンチリフトじゃない？あ、ね、これこのままちょっとリフトの方まで一気に詰めてみるか。オッケーです。いいよー。いやー、ただ。こっちよ。バレルスタビライザーを発見。レベル4よ。私青持ってるんで、青どうぞ。ありがとう。バレルスタビライザーを発見。レベル2。ちょっと若干先に伸ばしてますね、足。はい。ついてくついてく。オッケー。まだ18部隊だから結構いる。一部隊かけか。そうだね。そっか、一部隊かけなのかな。リフトで。スナイパーも開いてますね。オッケー、スナイパーの通り通りです。そこ、あ、結構遠いな。ここまで漁る。オッケー、周り見てる。うん、周り見てます。あざーす。するね、血洗いの音が。スコープを発見。スナイパー用よ。確かこの辺に俺表見たんすよ、どこに誰が落ちてるみたいなやつ。うん、このリフト2パでしょ。シールドセルを発見。花井さんのところとかじゃないっけ。あ、だシーナさんのところじゃ、あれじゃヤシドさんの支払いじゃねえかな。あー、ワンチャン、そうジブの空爆。あー、こっちになんかチャーライ伸びてましたけど、いるってことかな。いるのかな、ちょっととりあえずここで。ジブからチャーライ伸びてた。チャーライこんのがある。6倍スコープとチャーラーあるから撃ちたかったら撃てるよ。あー、エヴァから交換しようかな。そこでリブートをやり合ってる、ね、やり合ってるね。6倍どこ、6倍向こうでしたっけ。そこにもいるね。これ3部隊だな。ここ3部隊いるわ。オッケー、ブラは立てるよ。お願いします。オッケー。これ裏もちょっと怖いから、裏見つつ表見つつって感じで。オッケー、俺見てるわ。ちょっと待って、裏怖えな、これ。何より裏が怖い。あ、そこ。あっちに敵がいる。うわ、スナイパーも何にもない。そこ、はい。これ、撃っていい？いや、うん、いいよ。こっちまで行っちゃってもいいかも。チャラートと。じわじわ削ってる。あ、53入った。青。ナイス。ナイス。誰かわからん。でも、ニッパーっていいから。ノックナイス、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 ナイス。でも多分あれ起こすね。とりあえずそのままチクチクするだけでいいかも。俺裏ちょっと見てきますね、裏。チクチクするだけで、あ、レイスのポータルで、しかも。多分そっち側からは来ないと思うんで、しばらく。ここだな。ヨルミさんちのチャーライが、あ、そこ、そこだよね。これでもこの位置やだな。ちょっとごめん、こっちまで移動したいな。チャーライで打ち合ってよ。あっちにいるから、一個ちょっと隣に移動しよう。この位置怖すぎる。スナイパーもあったら教えてください。はい、で、チャーライのあれがこっちに来たわ。うん、ヘイトが、向こうのチームが引いたからだと思う。どうする？どこまで行く？そっち？うん、そっちの方まで行きたい。チャーライが、そこいるよ、そこ。あー、じゃあ、じゃあダメだな。いや、もう一回戻ろう、もう一回戻ろう。ここでスナイパーもないんだ。チャーライだから、まあそんなに詰めては来れないでしょ。詰めては急に来ないと思う。見てない。ジブ、そこ。大きいジブ、そこね。一回ナイス。バッテとかいる人いる？レプリケーターがそこにあるから作れる。バッテ私いっぱいあるよ。オーケー、じゃあ。L1 だからは作ってこようかな。はい、ここ。あ、今一人何本？私あと4本あります、これでも。あ、私でも4本。レプリケーターで砂も作ってもいいけど。あり。ここレイス多分いる。レイスいるね。あとここにも青。私チクチクダメ。あー、
スナイパーアーモがないんですよね。レプリケーターするか。なんでないんですか、スナイパーアーモ全部。裏怖いんだよな。怖い。ちょっと裏見たい。裏が怖すぎるな、これ。そこも近づいてる。あ、裏来てる。裏来てる。はい、ちょっと。でもここもいるんだ。で、これやべえな。ちょっと待って。前に引くしかないけどな、そうなると。そうだね、前に引くしかない。前にポータル引く？うん、引こう。これもう。で、ここ。ふさぐ。ここ塞いだよ。塞いだ、オッケー。うん、だからしばらく、余裕ある。そっち行っていいよ。はい。ありがとう。家の中まで届かんかった。オッケー、だいぶ。で、ちょっとあっち、ちょっと怖いかも。テスト。結構近かった。ああ裏もいんな。ここ怖いな。近い？両方は近いな。ここはジブ。さっきのパーティー。オッケー。クリプトパーティーこれ。そうですね。クリプトパーティー。ジブ。あとそこにもあんまでしょ？ここはあんまり良くねえな位置。いやーチャーナイトなかなか。一旦さ送電網の方まで引くか。あいる。ごめんそこにもいるわ。チャーナイの弾なくなったんで、スナイパーも募集中です。怖ぇ、私あと80秒です。やばいな。はまれた、待って、おい大丈夫、それ家の中入ってきた方がいいんじゃないですか。そうですね、一回家の中入りましょう。どうせ多分詰めんの結構厳しいと思うから、他のパーティーも。スナイパーもなんでないんだ。あるかな。いやこの辺なかったからどうだろうな。あるナイス、助かる。多分大丈夫だと思う。近場のクリプト。ちょっと俺も漁っていいですか一瞬。どうぞ。ちょっと見ててもろて。あーこれ欲しいのと、あとこいつかな。そう、俺も裏見てます。あ、上にいますね、そこ。レイス、今なんか、あ、レイス、ここもジブ、ジブレイスクリプト方向から、うん、そうです。オッケー。やり合ってんな。次のアンチ、レイスゴロチョロしてんだよな、ね、中で。上走ってたパーティーいたよ、これ。こっちでもいなさそうだな、こっち側いなさそう。エネチョ側でなんかでも今なんかめちゃくちゃ向こうめちゃめちゃやってる。ジブのウルトとかぐちゃぐちゃ、うん、ぐちゃぐちゃ。そこはまあレプリケーター接近中。じゃあともうちょっとで進化なんで進化させてほしい。了解。うわそこのジブ、え、裏か。裏それついてこないですか。大丈夫ですか。レイス見てる。オッケー。紫ちょっとずつ削ってる。了解。こっちってまだいるかな。そっちどうだろう。なんか向こう、いやいるな。いるわ。いる全然いる。これしばらくここで待機するしかないな。オッケー、うん、クリプトだな。ここクリプトのパーティー。いやもうこれでもどっかがやり合ったところを漁夫しに行くみたいなのが一番よな。いやあと1なんてことある。ここ80ぐらい入れたんだけど。はい、紫でももう全然回復しちゃってると思う。あと1だから、あと1進化させてくれ。私にあと1頑張れ。あの辺目の前ここいるパーティー進化ー。あ、車で移動してんな。ナイス。中押しで青ちょうだい。あ、オッケー、サンキュー。言うてあと4個しかまた弾がないんじゃ。なんでないんだ。ここ。オッケー。あれ狙い目かも。スナイパーも枯渇してる。わー、赤なんだけども。あー、スナイパーもがないよ。しゃあない。マーケットもなかった。もうね12しかなかったんですよ。今あるかな、誰か落としてないかな。ないです。泣いちゃった。なんでこんな枯渇してんな、みんなチャーライス使いやがって。で、
いやー、こっからエルが見てるとこから目離したら詰められそうな気がするんだ。うーん、エル先輩そっちに戻って、これど真ん中ですね。別に でも多分ポータル溜まってます。オッケーオッケーオッケー。多分他があの周りから来るので多分やりよう気がするから、しばらくここでいいと思う。うんうんうん、オッケー、系なんだけど、こっち怖いんだよ。いやこれ武器変えよう。あ、マスティフあるからマスティフに変えるか。これもウルトあります。投げ込みたかったら言うて。もう目の前これジブのウルトをやられてるかな。オッケーオッケーオッケー。チャーランやめてマスティフ持ち替えます。オッケー。いやこれもう一回ブラマいけます。いけるいける。ちょっと見ててほしい。エルの決めたとこ、この位置そんな悪くないと思うんで、とりあえず粘りましょう。はい。ショッピングナイスー。ナイス。うわ、すげえとこ通してくるな。S 方向からも撃たれてるよ。オッケー。ちょっと俺も狙わみたいかも。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。先いいよ先。クラフトしてるクラフト。はい。終わった。オッケー。俺ちょっともう刺ります。すいません。こっち見てるよ。オッケー。割れたあれ。レイス。オッケーでーす。そのクラフトしてるやつ取ってほしいかも、バッテリーとか。ナイス。もう一個取るか。ここのパーティー怖いな。また隣が怖いね。隣。うん、隣隣隣の家、隣上。ここ登ってる。オッケー。ホライゾンとレイズかな。いやまだ粘ってていいと思うな。うん。厄介なのがホライゾンがいたらそこ登られそうなんだよね。次のアンチどこだこれ。またそんな来た。ブラマブラ入る。これもう最終？いや、これマーケットで隠れてる。ワンちゃん？ワンちゃん？ちょうどマーケットの位置だわこれ。ちょうどマーケットの位置。オッケー。そこ入れますね。投げ物。どうぞ。近くのブラハ泣いてる。NE 方向かな。NE 方向。目の前のところちょっかいかけれる。オッケーオッケーオッケー。かけようかけよう。終わった終わった。ワンパ。終わったワンパ終わった。オッケー。あ、違う、まだやってるまだやってる。まだいるよ。これダメ稼げるよここ。進化させる進化。ガガガガガガ。一人肉もう肉。私恨みてるんで。これやらなくて大丈夫？やりに行くかこれ。あこれこれちょっと一回やりに行くか。ライブダウンしてるこれ。オッケーオッケーオッケー。行こう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 。いいみんな行ける行ける行くよ。うん行く行く。ああれ引いてポータル引いてもいいかも。ポータルその家から。トンネルを通るのよ。ここここ。俺こっちから。あ、ごめん、裏も来てる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 よ。オッケーオッケー。一回引く？一回引こう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 。いいよ、一回引いていい一回引いていい。オッケー。裏から来てる。もう一本もう一本来てる。もう一本もう一本オッケー。もう一本来てたからあれとりあえず。うん、どこも。裏見てるよこれ。オッケー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 。見てる。いるいるまだ。了解です。金。金。レジェンドわからん。オッケー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 。金でもホライゾンいると思う。ここホライゾンかブラハ。他はどこだ。あとあそこね。オッケー。ここ白なんだけど、うん、誰、え、わかんない。ガン死かもしれん。撃った感じ。シールこのジブやれる。このジブやれる。オッケー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 。ノックノックノック。ナイス。でも中だから起こされるかも。クリプト割れてる。ここ割った。青。オッケー。ナイス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 。次のリングに入ってここ裏多分もうどん詰まりなんだと思うわ。ブラハここスキャンかかった。オーケー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 。まだ粘っていい、まだ粘っていい、まだ粘っていい。上でやってる。多分ジムを刺された。ここのもやれそう。ここのも死ぬほど入れてるからしばらく圧かけるだけでいいと思う。オッケーオッケー。ここやってんな死ぬほど。ここ見る。ここ稼げるかも。ここダメージ稼げる稼げる。ゴロチョロしてるな。オッケー、長尾くんの方見る。ジブだジブ。こっち見てよ、こっち見て。こっち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 。で、ふみ、マシさんだけそっち見といて。うん、でもいいね。ここジブとね、ホライゾンかな。ブラハ割れてる、ブラハ割れてる。オッケーオッケーオッケー。ごめん、そう、ジブが。マヒマヒ、回復入れるから、うん、こっち見てほしいな。オッケーオッケー、行く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 。レースのポータル、うん、ポータルの落とした。オッケー、あー、オッケーオッケーオッケー。あれ、肉70。肉70、オッケー。ポータル30%。回復した。今のうちにバッテリーとかセルとか、うん、周りで赤アーマーとかあるかも。
あとこっちからの攻撃がちょっと怖い。こっちから多分こっちから来る最後。こっち多分潰さないとやばいかも。わあ。俺もちょっと当たっていい？いいよ。一瞬一瞬。上いるよ上上。上オッケー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 。はい。バッテだけバッテ。屋根の上か。ねえかねえな雰囲気。乗せる。上やり合ってる上やり合ってる。オッケー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 。目の前来るかも。上から来るかも怖い。上ね。ああジブが上上やり合ってます。オッケー。あレイスのポータルあるここに上。ここここここ。ここやれるここやれる。やってほしいやってほしい。つけて。変わってほしい変わってほしい。いや開かない。裏来た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 。オッケーオッケーオッケー。いやごめん。何じゃ起きる。いやごめん。くっ。きついわ裏からも来てる。ゴムインのゴム。あーごめん。くそやー。いやー惜しい。すまーやーっと惜しいごめんいやあーちょっと反省点がいろいろあるかもへーなるほどいやそうだなあれですねあやべあやばいやばい戻っちゃったちょっと待ってください OK ですあ大丈夫ですあの聞いてます聞いてます指摘したやつだけなきゃ勝ってたんで正直、うん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 、だから逆にそこさえ排除しちゃえばみんな1位取れるんですよそうなんですよ、ね、このチームでそうちなみにそこのあのエルさんがここって言ってた時に、うん、詰めはしたんですけど扉が開かなくて、うん、はいはい あれはまあしょうがない、ね、っていう場合はあれはねどうしたらよかったのかなと思ってあの、まあ、テルミ投げるか、うん、はい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 あそうだよねでも うん、うん、かももう引いたから回復していいよってエルに報告してくれたら引いたからっていうか開かないから開かないですって言ったらあでもその裏から別のレースが来てたからねあそうですね割っちゃ割っちゃったけどまあ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 でもああなる前にちょっとなんとかできたかもしれないですねあの他潰したりなんなりで数減らすとかもできただろうしうんってので解決するまああそこまで行ったらもう結構厳しかったような気がするそうですねフォーカスさえ合わせられれば、うんうんうん、ワンチャンなんとかあったけど、うんうん、周りにとにかく敵が多すぎたんで、ね、そこは多分、ね、結構難しい部分だとは思うんで、うんうん、いやでもだいぶ1位が現実的になってきたんじゃないですかそうなんですよめちゃくちゃ動き良くなってる、うんうん、ポジ取りも、ね、よかったそう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 だいぶ良かったポジ取りもいいし、うん、そういや1位が現実的になってくると楽しくなってきますからねあ2回るだけじゃなくなってからそうそうそう良い傾向良い傾向次も私チャーライン持ちたいですねそうですねなんか人しないそうそう。いやマイスさんのチャーライン、うん、マジでセンスあるあれ あそうだったんだむしろもっといやだってえ見ましたただチルド2枚くらい進化させてましたね確かねえさせてましたね紫にそうありだなワンチャンありだと思ったねあるあるあるありしかも結構みんな籠城してるからさ結局スナイパーで、うん、あのシールド育ててい持ってた方がいいと思う、うん、あねありっすよねうんそうねいいんじゃないマシさんチャーライみんなスナイパー持ちすぎてマジでスナイパーも枯渇して、うん、裏まで取れるからショットガンはうんね、うん、でねさっきはそれ意識して動いてなかったから、ね、あれだけどチャーライ最初から意識して動いてる頭不足もねなんとかなるし、うん、確かに確かになんとかなりますよチャーライ2発ですもんね弾使うのああそっか確かにそう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 、うん、だから2分の1だから倍24発じゃ足んない48発ぐらい持ってないとなんすかね、うん、きっとねよそれでもワンチャン足りないくらいねワンチャンちなみに僕はあの昨日100何発とか持ってましたスナイパーも一本縛りですよねそうえでも普段どれぐらい持ってるんですかスナイパーを持っていや、せめて50以上は必ずって感じですね。あそう1枠24じゃないですか、はいはいはい、だから3枠ちょいくらいは絶対持つああそうなんだ3枠で持てれば5枠とかはいそうなるほどなるほどうんああ頑張ってくださいよしいやでもいい感じいい感じいけるぞいけるぞいけるぞ勝てるぞ勝てるぞこんなのなあうちには最強のエルさんがおるんやなんとかしてくれるわ任せてくれポジ取りとサポートだけやっとればもう百戦錬磨じゃん。うん。いけるいける。でもだいぶ底9割なんよ。ポジ取りと作戦9割のゲーム。いや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 。行くぜ。よーし。はい。行くぜ。フラルタル。そうと気づく前にあの世へ送ってやるよ
ことこそが喜び。この先に勝利が待ち受けている。今回のチャンピオンを紹介します。私は何も怖くない。あなたも同じことが言える。俺がジャンプマスターのようだな。よし。遠い。遠い。ここはいい着地になりそうだ。ああ、す。お、なんか降りないな。もっと降りなかったっけな。ああ、気のせいだ、大丈夫だ。来た。いい。報酬を狙って。エルここ。オッケー、じゃあ俺こっち。じゃあ中入りまーす。多分同じ感じでーす、周りは。変わらず。オッケー、変なとこ来ちゃった。あ、なんか二重で聞こえんな、声が。なんてな。どっか開いてない。配信見てない？配信見てるわ。よし、失礼。金G7。ここに一応ロング。あ、金G7いらなかったらちょうだい。あ、ぜひ。いるならどうぞ。私、え、全然。オッケー。よいしょ。中尾は後でで、はい、後で渡します。あー、ヘンリーか、とりあえずいろいろ落ちてる。取りてナイスー。今日全部開けたな。ショットガン欲しい。ショットガン、あ、そんなことない、これ開けてない。あ、ショットガン、エヴァ8渡せる。フリース、エヴァ8もらいに行こう。まあ、あとマーケットで取ってくださいって感じですね。オッケー。エヴァ8どこだ、そこか。俺のだ。こっちにブラックマーケットよ。ショッピングはいかが？ショッピングしたい人はいる。ショッピングしに行きまーす。あ、何何？もし、あ、あー、エル先輩、開けない。あー、来てたー。来るぞー、来るぞ、これは来るぞ。今のうちにはそっときゃ。あー、そっときゃ、そっときゃ。あー、来た。来たー。いや、もう絶対これエルさんのマーケットでしょ。違うじゃない、だってやらなかったもん。かなりの確率で。いや、もうほぼ 100% だぞ。いやいやいやここまで。違う違う。そんなわけないだろう。おい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 。もう氷になりつつあるわ。閉店した。ただいまさーて、何があるかな。イエーイ、イエーイ。確定演出なんやな。そうなんよな。はい、行きまーす。先輩、あれ、エヴァーオートどこ行った？え、エヴァーオートのあれがなくなっちゃったんですけど。あ、自分で。あ、エヴァーオート私拾ったわ。あ、マジ？ごめん、いる？いるいる、もらっていいですか？おい。うん。あざーす。あ、エヴァーオートあるし。あるんだよね。エムロックか。エルは大丈夫。オッケー。ドックかな。ドックで銃声だと思います。いや、ドックセルとか、あ、セルあるわ、全然。バッテ4本持ってるんで、必要な人をセルと交換してほしい。オッケー。セル12あるから渡せる。あ、セルください。オッケー。あ、セル12か。あ、まあ、それでいいか。シールドセルを発見。そしたら行きますか、また。はい、オッケー。俺は肉があったら欲しいかなーって。あ、マヒマヒ裸だよ。本当だ。ああ。こっちよ。もう一回ブラもたけるか。これでシールドだけ取って早めに行こう。そうしよう。はい。俺にこれシールド青とかないかな。ねえな。いや、行こう。レベル3。いいよ、行ってください先。え、3って。これ私は今あれ、あ、本当だ、私着てますよ。エル先輩が脱いだ。やっとやっとやっと、よし、ちょっと先見てきます。オッケー、ジブ君交換しよう。ジブ君交換、私交換しますよ。エル G セップ、あ、オッケー、どうぞ。くれくれくれ、私も取り手なんで、はい。あ、いや、でもレイス白はちょっと怖いかも。怖いですね。あ、ちょっと銃声した、狙われた。送電網かな。送電網じゃない、ドックドック。なるほど。いや、いなさそうだね。ちょっと足音する。
かも。ちょっとだけ警戒、わかんない、ジブかもしれない。これさ、ここだけ取らない？うん。音するね。ここだけ取って考えよう。ケアパッケージが楽しみだわ。狙われてる、狙われてる、後ろから。オッケー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 。そうでも。来てると思う、こっち。いるわ。いや、これ、大丈夫、大丈夫、やれやれやれ。これ、ゆっくり、ここで。あ、目の前いる、目の前いる、やばい、これ。オッケー、これ。あー、ここあるよ。あー、目の前来てる、目の前来てる。あ、いやいや、いいよ、一回引いて、一回引いて。で、ポータルで行きたい、どっか。下、下行けるかな。あ、やっぱ EMP を来る。ポータル引き押した、一回。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。これ、ウルトが。くるくる。一回、一回、一回引いたよ、ポータル。ウルト行った、ウルト。めっちゃ引いてる。お願いします。あ、出す。ナイス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 。ありがとう、ポータル。一回そっちまで引きたいっすね。そうっすね。オッケー。こう。あと15秒でシールド上がるから。あ、そっちもいるわ。ごめん、こっち行こう。上いる。ちょっと怖いけど、エレクションの中入りたい。危ねえ。ちょっと待って巻いて、あと2秒。そっち行くか、そっち。行くよ。おい。いいよ。あ、まあ。OK、よ。ナイス、逃げ。いいよ。青、ジブ青。オッケー、でもそのまま引いちゃってないです。ジブ青終わった。ナイス。怖い。ほい。はい。しゃあない。しゃあない。直した。車線の意識もうちょい。頑張って。違う人の意識、はい。なんか怖い、これ。怖いな。タービンは、ちょっと抜けちゃい。抜けたいですね。こうパッと抜けちゃいましょう。ハモンドの方行きますか。オッケー。ここそんなにもう漁らんとパパッと抜けちゃいましょう。漁らなくていいね。いや、いるなぁ。ドローンの音。ドローンの音だけど、多分大丈夫じゃないかな。裏の方が怖いな、裏の方が。こっちは開いてる。オッケー。はい、あー、バスある。バスある、音だ、アップね。あざ。オッケー。行っちゃう。おー、ガスある、ここも。ガスも、ガスまみれか。よし。あー、ガス。ガス。あ、ていうか、まひ、シールド交換しよう。はい。ちょっとこれ、上見に行きたいんだけど、やばいかな。ありがとうございます。そうだけど。ハーベスト空いてる。ハーベスト空いてますね。上から見たいな、でもそのねえ、これちょっと上行ってみますね。いたらごめん。オッケー。いたらすぐ降りてきて。いない。ナイス。オッケー。ただ開けられてはいる。いや、アンチがギリ外。あ、アンチギリ外か。あ、向こういる。向こういる、オッケー。ジブ、青ジブ。あ、目の前いるよ、目の前いる。目の前いる、目の前いるよ、ここ。オッケー、投げ物ないよ。これやばい、L 白ってバレた。また、レイス今、やばい、これ巻いてる。オタク、また。レイス紫、自分今行ってる。攻撃されてる。やちゃーれ、来てる。これ一回逃げますか。下降りるよ、逃げていいよ。これ無理、引けない。引けない、オッケー。やば。私、下降りた。一旦、ラウンド外に行っちゃいますわ。オッケー。いやー、足音気づかんかったー。気づかんかったなー。ラウンド2かー。ちょっと痛いなー。長を起こす、私。起こせる？いける？一応下にいるから、降りてこなきゃ。多分、一応行く。上まだいるんじゃないかな。上はまだいると思います。下にいるのか。オッケーだった。ちょっとそっちの方行くわ。私、そろそろ。オッケー。いや、いける。それかも、建物内で起こしちゃうことか。ちょっとダメージ痛いけど、マヒマヒが。音でね、バレるかも。あ、バレた。上で待ったから。大丈夫だ。俺に任せておけ。これで、右側、こっち側行きましょうか。この中通って。行きます、回復。フェニキ負けないかな。回復もね、ないんだよね、フェニキ以外。オッケー。でも俺も。フェニキ間に合うか。間に合わなそう、フェニキ。間に合うの？1、間に合った。オッケー、ナイスー。
オッケーオッケーオッケー。1分35秒だからもうちょっとやばいけど。トラップ。オッケー。あ、やべ。あ、いるいるいる。いるわ。いやー。うわー、これきついな。あ、来た来た来た。うわー。頑張れ。いやー、こう。いやー、無理やり連れてきたな。挟まれたな。あ、クリプトと同じなんだ。クリプト。これは小さなところなのかも。あ、そっか、クリプト、ち、あ、小さんたちだからクリプトいるのか。可愛い VTuber だ。そうやった。いやいやいや。厳しいな。ちなみに長尾さんが一番最終的発見してました。さっき。本当ですか。はい、あの画面に思いっきり映ってたんですけど敵が。長尾さんが気づけてなかった。いやー、くそー。あ、Lのシステムだ。いやな、なんて？カラジさんの音声がなんかえぐいこもってる。聞こえますか？聞こえました。聞こえます。エコーかかって。オッケーです。はい、ありがとうございます。そう、あの。どこまで聞こえたか、長尾さんの視点的をつだとこまで聞こえてます。はいはいはい。オッケーで、長尾さんもうちょい視点広く持ってほしいかも。視点広く、はい。そう、っていうのも、あの一点を多分見つめすぎな気がしてる。さっきの感じだと。だから、あのとにかく上に陣取ったら、あの右左上下全方向まんべんなく見てほしい。なるほど。ただそしたら、そう、さっきの敵も気づけると思うので、そう。ですそうで、あの L さんがその後気づいたじゃないですか。はい。ただあのそれ以前にも気づけたと思うので、長尾さんがあの視点に収めてたんですけど、やっぱそこが、そう、なるほど。ただあの爪引きで、あの途中長尾さんがダメージ与えたって聞いたじゃないですか。あれに関してはダウンできてたので、円外で、はいはいはい、そう。だからそこまでは良くて、ただやっぱりそうですね、どうしても押し切られちゃうとこはまあ仕方ない部分もあるので、そう。あ、このドームの使い方いい。なるほど。ポータルオンは打ってんだ。さっきの戦いでもこうやって使ってる人いましたね。なるほどな、うん、ポータルオン守るドームか、すごいな。ちょっと一回試したいんですけど、次リアルタイムでコーチングしてみていいですか。はいはいはい、お願いします。はい、お願いします。リアルタイムコーチング、そう、ところどころやっぱりあの時間経つと忘れちゃう部分もあると思うので、そう。クレーバーを発見、拡張ヘビーマガジンを発見。クレーバーチビディジョン、これ盆栽か、最終演。なるほどな。ほんとだ。わー、クレーバー持ち上がったぞ。あっちに次だ。かわいい VTuber が可愛くないもん持ってら。いやー、いやー、でもクリプトのドローン強いな。ねえ、ああいうところも全部わかるから強いな。使いこなせると半端ないですね、クリプトは。うん。あっちに来た。あら、ドームが。ここへ行こう。やつらの一人、この場所へ移動しよう。スナイパーでぶち抜くな。リブートか、リブートなのか。いやー、あー、ホライゾンで上登ったか。あ、反対側から来てますね。おー、リブート。それはうまい。
やうめえな。奴らは一人が見える。準備を。いやうまく効いたな。これも判断ですね、やれるかやれないかで、やれないって判断するから、あとなんか長引いたのかなって感じしますね、時間がだいぶ。線切ってる、すごいアンチだなこれ。いやーやばいっすねこれ、3分の1ぐらい削れてる。そうそうそうどうなるんだ本当だ、やべえアンチだ。ここギリギリ入ってんのか。いやークリフト強えなー。準備しろ、敵がいるぞ。敵発見。刺さった。うめえな、目が。おお、詰めた詰めた。おお、アーマー溜めてんのか。アーマー溜めてんねえ、中。ああ、退路確保。フォーカスうまい。お雪確認。すげえデスも落ちてる。ねえ、アーマーもいっぱいなんだけど。中のアーマーの量がえぐいな。やばいな。やば、ここです。もう壺の量がえぐい。何人死んで。やば。これギリギリあの部屋入ってるんですかね。アンチ、いや、うん、あギリギリ入ってると思う。ギリギリ入ってるんだ。だからさ、多分ここの死。シールドショップなんですけど。
うん、集めてらあ、燃える、あ、つつつ、いやあ、飛ぶぞこれ。いや、これ厳しそうっすね。あ、ジビいるからどんくらい耐えれるかな。ワンちゃん、おーめ、ジビうんま、はい、よう見てたわ。いや、そしてドームだわ。ドームか、相手の。ん、もう起こした。うわー、もうやったー。なんだその射線の落とし方は。やーば、起こしてます。あー、やりきった。上から砂が。おー、ナイスドーム。うん、ドームで詰めた詰めた詰めた。あ、舞台さん、いやー、あれやばいな。あの上やばいな。いや、まあ最終の位置があそこ入ってないから。4分の1場外。おー、ナイス、1人になった。いやー、あの位置強、なんだあれ。あれ最終円上じゃね、これ確か。え、これ最終円上なんすか。うわー、マジかー。海外で見たことある、これ。このクリップ。降りてきたし。え、最終円、違うか。上はや。ん、それか、あの、奈落か、どっちか。奈落あ、こう。やーば。降りてきたな。あー、ドーム切れそう。おー、切れた。切り替えた。裏カットかな、これは。いやー、そして射線が通る。いや、でもこっからジブ、ジブのウルトが。あー、でも向こうもドームがない、ないか。えぐいな。いやー、これきついか。あー、きつい。いやー、いつ持ってきたか。ねえ、いや、上取ってたの強かったですね。わー、どうだろう、すげえな。あー、あー、すげえや。いいよ。いやー、つえー、今のボッデスボーだらけのところでアーマー耐えたらどうなるんやろ、うん、アーマーじゃねえや、ブラマーマーケット、そう、ブラマー耐えたらどうなるんやろ。エグそう、エグそう。下までスクロールするの大変そうじゃないですか。確かに大変なやつ。さっき16位ですね。16位か。うんうん。どれだ。一番左下。一番左下。あ、本当だ。ABC。16位か。いやー。頑張る。いや、頑張る。いや、でも、引けたの結構良かったと思うんだけどな。あの、そうそうそう、前半の。前半うまく引けたと思うんで。いや、トータルの引きがめちゃめちゃ上手くなりましたね、マヒさん。すんげえ、すげえわ、ね、うん、助かる、ポータル。助かる、ポータル。次か、すげえや。
あと長尾くんが逃げれるようになったからね、ジブブラハじゃなくなって。うん、確かに、ね、ジブで落ちること全然なくなりましたもん、ね、だいぶ余裕あるもんな、シールドたけるから、うん、結構ね考える、ね、そう思考時間が、あの喫煙所ね、あそう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 喫煙所がね私だけ吸えなくてシガレットってやつじゃん、マシさんはシガレットここはシガレット悲しい思考時間稼げるのがでかい喫煙所で。うんうんうん。思いますよ。エルムチョコ食べよう。16位か15位に行かないとポイントもらえないんですよね、多分。あ、最、うんうん、最低でも1ポイントだっけ。そうですね、うん、1ポイントは確実に稼ぎたいな。サバ落ちたとき他の大会でも落ちてたらしいです。ええ、じゃあエルさんのせいじゃないや。いや、わからんよ、エルさんが他の大会落としてるかもしれない。ワンチャンある。それはやろうば、ローブだってエル先輩だけですよね。そうです。なんで他の大会でサバ違うのに。すごいな。おーつってとんでもない、他のサバまでエルフいるとはやべえ、やべえってエルフのエルだこれっつって、他の大会で見てるかもしれない。チャンネル登録お願いします。キャッカリしてんだ。すげえ、いやすげえや、うん、かみんななんか食べてんじゃん。いやもうね、うん、甘いもん万歳。いいな、甘いもん今ないんですけど。ウーバーなんとピナッツバー、ウーバーイーツなんて田舎にはないんすよ。そのくだり5回ぐらいやったのやったのに、もう散々もうウーバーでハイチュー頼むのアホすぎん。あとあります、頼めるんですか。いや、なんかローソンがあるから。あ、そうなんだ。あ、チーム名変えてほしいのか、便利。あ、08ABCD かです。鉄板ネタじゃん、うるさいよ。せやで。いつものくだり。いつものくだり終わったから次の試合いけるわ。マジ？じゃあもう頭にこれ毎回やりますよ。それで次の試合ちゃんぽん取ったらどうする？人気でやることになっちゃうよ。, 笑う。次の試合終わったら部屋立て直すらしいです。うん、はい。いや本当にあれですね。いややっぱでも楽しいなチームは。うん。いやな。なんか裏で他の人とやった、さっき話したけど裏で他の人とやったんだけどさ、うん、長尾ね、あのやっぱやりやすさが違うわ全然。うん、おお。ああ。驚きのやりやすさ、驚きのやりやすさ、やりだー、わーい、よしよし、そうね、元配達員ね。長尾ウーベルイーツで配達にしてたことあるんですよ。いや私もやってみたい。超死ぬ、チャリでやったら死ぬ。配達員でもそんなにでしょ。ん？そんなに？小遣いとかじゃないの。ああ、まあでもね、割とね、時給でも場所によるけども時給1500円ぐらい稼げる。ほんと、なんかテレビでやってる時なんかウーバーイーツでいくらぐらいしか取れなくてみたいな、うん、あ厳しいんだみたいな、マジで副業なんだって思って、うん、場所があるんですよ。いい、あ稼げる場所とかを研究しないと稼げないです、あれ。うんうん、そう、この辺が稼げるとかをねひたすらやってましたね。え、ふつましなのに？ん？ふつまし稼げないの？稼げないから。稼げないからよ。公務員なのに。そうなんだ。国は金をくれねえからよ全然よ。なるほど。ウーバーイーツの稼げるわ。じゃあふつましやめれば？いや、家なのよ。アイデンティティ消えるわ。お家柄なのよ、やめらんないのよ。あ、そうなんだ。感動されるわ。感動されるわ。俺がジャンプマスターを行うするのがいいだろう。ユウやめちゃいなよ。やばい。おい軽いな。あ、やべ。あ、間違えた。お
舐めっか。いや自分で持つのと思ってた。ちょっと舐めっか。やばすぎる。待って、ワンパ来てる、ワンパ来てる、ワンパ来てる。え、向こう。ワンパ向こう、ワンパ向こうね、向こう。え、向こうってどこ、向こうってどこ。あっち側に多分ワンパ来てたと思うけど。いや、足音する、足音する。するよね。え、あ、いるいる。やばい。いける？これでもやる。やばいかも。オッケー。Pしか持ってないよ。これ一回引きましょう。え、引きました。あ、ジブ、ジブミリ、ジブミリ。ジブミリ。もっと。ポータルも溜まってないしな、このタイミングじゃ。いや、これは、いや、引いちゃう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 。怖い、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 怖い。うそだろ。怖っ。何しに来たんだお前ら。怖え。誰、どこ、誰でした。階段張る、え、母艦からずらしてきたんだけど。ずらしてきた、あっぶな。まだいるかもよ、ここ送電棒。ここは多分いると思うんで、とりあえず、ね、いや、危ねえ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 。怖い怖い怖い。あー、分からせないとやばいな。分からせるとやばいな、これな。なんだこいつら、マジで。あの、かぶせてきやがって。これいる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 、これいるわ。ですよね。これちょっと、逃げちゃいたいですね。オゲイ。あー、バレたー。バレたー。こっち来れる。おー、うん。あの、タービンから抜けちゃいましょう、これ。これ。オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫。怖えー、マジ。ひどすぎ、本当に。オッケー、次来るっていうのを前提に動きましょう、あの人たち。母艦かぶせるか。あれ、ワイちゃんだったら母艦行ってもいいんだよな。いや、譲っちゃダメ。あ、そう、じゃあやる。じゃあやる。ダメ、ボクシング場は。ボクシング場は俺らのもんだ。うん、危ね危ね、怖え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 。なんで来たんだ、あれ。びっくりした。かぶせたろうぜ、みたいな。いや、多分あれ、うちの同期だから倒せると思われたんだろうな、きっとな。ちょっと次、後悔させてやろう。後悔させてやろうぜ。マジで。コーチング、リアルタイムコーチングを買いなんだぞ。分かってんのか。うん、くそー。いやー、やられたな、マジでな。ご法度ですね。ボクシング部に喧嘩あるの、ちょっと。いる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 。こっちもある、こっち。回る？いや、いるな。一回引くか、ごめん。マスター、引こう。うん、回らない方がいい。うん、一回引こう、一回引こう。引いた方がいいよね。危ねえ。いいよ、いいよ、いいよ。こいつは弾を通さない。あー、危ねえ、こーえ。いや、追われるな。これ追われますね。左右で分かれた方がいい、それ。オッケーです。これ左行きまーす。オッケー、シャボンディショット。シャボンディショットで。シャボンディショットで。さよなら。さよなら。いや、セルもないしな。オッケー。一旦リフトの方行きません？リフト。あー、来てる！オッケー、じゃあ俺エネットが伸びてる。もう怖い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 。戦いどころじゃないんですけど。いやー、完全に油断してた。長尾、行きます。あ、でも逃げ出そう。一応逃げれたけど。マジですか。いや、追ってくると思う、セラマイさん、ワンチャン。ワンチャンありますよね。あぶねー、こーえ。ヤンキング、ヤンキング、ヤンキー怖いよ。ナオスする円、どこ収縮するそうですか。これはリフト。リフト、オッケー。じゃあ待機でいいかもですね、それも。うん、そんな気がします。順位上げる。はい。いいみたいな。ちなみにそこら辺空いてたので気をつけてください、奥。本当だ。すごいです。うん。いる。ここ。いるよねー。いやー、武器はあるけど、あんま盛り弱いし。なんなら建物で配置してる。あ、え、なんか声が、声が。あ、聞きますよ。聞こえます、微妙に。声がね、バグってますね。多分建物でこもると、多分魚くられる可能性があるんで、端っこ、リフトの端っこで配置した方がいい。こっち。こっち行ってみよう。こっち行くことに。そっち行きましょう。なんで神の声になったら大丈夫になるんだ。わからない。俺のこの AG03 がバグってる。これ、あ、AG03。いるわ、そっちもいる、ごめん、そっちもいるわ。こっちは撃たれてる。いや、チャーライ。チャーライ。やべえな、これ。絶対やっちゃう。あー、スナイパー、スナイパー。いや、でもこれは、どうしよっかな。
いやー、私も素直やりたいけどロングボウを持っててもたあれがないんだよね。いやでも勝手にやり合うと思うんですよね。うん、そこはね。これどうします、ブライさん。いや、あのハイブリッドだけど、とりあえずだからそこら辺なんてブライさん、エコエコ、ブライさんエコできれば、そこの場所から、あの送電網かな、離れるとして送電網に行く。うん、見つかったら。なるほど、了解でした。送電網の方行きましょう、バシさん。で、チャーライが車線取ってる以上、そこポータルはいいか。はーい。はい、ごちゃーい。うんうん。怖い。で、そこ右に行ったら、多分なんかくぼみやら、なやらかんやらで、多分隠れられる場所たくさんあると思うんで。はい。ありますね。これそう、ただ、あの、そう、できれば、あの、3面から隠れてる場所。3連。3面から。3面から隠れられる場所、なるほど。うん、これこの家はまずいっすよね。もっと奥行ったのか。そうですね、家って敵が来やすい場所でもあるんで。オッケー、そしたらちょっと思いっきり横まで隠れて、セルにしかない。オッケー、3面で隠れられる場所、自分の右左後ろで、できれば前も前も隠れてる、前も車線が取らない、これそういう意味でなのかな。いや、もっとここかな、この辺とかいいんじゃないか、車線は通るか。ああ、ありありあり。で、円外れたらもう、まああの、あれっす、メタルギア、メタルギア。うん、メタルギア、メタルギアソリッド。メタルギアソリッドでお願いします。はい、了解でーす。コーチが話すたびに笑いが止まらねえってよ。大浴場から指示出してる。余裕だな。いやー、ちょっとお湯に浸かりながらね。エルたちにしか聞こえない声だから。あ、そう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 。そうっすよ。あの頭の中に直接あの語りかけてる系のコーチなんで。語りかけられてる。聞こえますか？今あなたの脳内に直接語りかけています。そんなスピード感じゃ死ぬ。もうちょっと早め。逃げてください。バーン。おせおせおせって。もうちょっと先って早送り早送り。さっさと言ってくれって思ってそう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 、早く次も何をすればいいか言ってわかる、ね、違うんですよ、ポケモンとかじゃないんですよこれ。相手は待ってくれないの。でもプライズさんがエコーかけると足音とか何も聞こえなくて。マジでしない。これくらいどうですか。あ、いいっすね。本格的に頭の中に語りかけてる。主審かな。主審だわ。主審リストラされたからな、ボクシング部から。そうだな。主審だけ残してお前はいいわって。そう、ドラえもんからポケットだけ取るみたいな。ダメじゃん、ロボットや多分。よし、まあ、しばらくはここで雑談会で。そうですね、うん、はい、え、めっちゃ悔しいんですけど。いやー、あれ悔しすぎる、マジで。ちょっと遊びすぎたわ。ちょっと油断してましたね。うん、来ると思わなかったもんな。な、マジでなんで来たんだ。気になるな、普通に来た理由が。素朴な疑問。ちょっとたまには変えてみますかみたいな。もうついにエコーでも聞こえなくなっちゃった。いや、でもボクシング部、ボクシング場の物資のそんなに良くないさを知ってたら来ないと思うけどな。目立つ割にそんなに良くないから。多分これいけると思われちゃいましたね。ちょっと、ね、やられちまったぜ。次からも重ねてきたらボコボコですよね。ここちょっとランドマーク戦争勝ちましょう。勝ちましょう。勝ちましょう。うん、まあ、慣れてはいるからな、こっちの方が。そう。あれ真ん中行っちゃったんだよね、俺。聞けないと思って。あーと、そうだ、園外になったからワーチャー園内のハイドポジ。上行きます。ちょっと、うん、とりあえず。うん、行きますか。そうした、うん、この下ですかね、長尾さんの正面の下、これですよね、この辺、そこら辺のその角とかいいっすね。あ、ジメジメしてそうじゃないですか、すごい。そうっすね。来ない来ない。ジメジメ、一生ハイド。ブラマがあればな、ブラマがあればな、ブラマがあればな、ローバのありがたみを知る。おほほーい。おほほーい。おほほほーい。私はキノコ、私はキノコ。、うん、
長尾さんはキノコ、キノコ、キノコ、マシさんは草、花草、花、草です、花ですよ、花え、俺もなんかないんですか、雑草なんでなんあの、この前は友達になってないから言えなかったけど、もう友達になったから言えるように友達になったんすか、よかった、そう言える仲になった、格上がったんだあ、そっか、この前も別に言ってたけどな仲良くなったからね、でも本当はそんなこと思ってないけど言う仲になったんだよ、うん、あ、なるほど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 、この前はそんなこと思ってたん、いや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 、こんな緊張感のないカスタムあります、いやーマジやばすぎやばすぎやばすぎマジ暇すぎ、ジブと体、ジブの体の中が見える、なるほどな、え、これもしかしてエコーの感じ変えれるな、そんなゲー思いなくていいんすよえ、これホール、ホールのエコーなんですけど、あー、下に下がってんだ、これが、これルームのエコーです、部屋のエコー、はいはいはい、え、でもこれ自分でカスタムできるってことはさあー、エコーゲーが、エコーゲーがあー、じゃないですよ、あ、あ、こ、こう、オッケー、いやエコーで遊び出したぞ、コーチ何が始まってるんだ初手のあのリアルタイムコーチングはキノコになる、いや、本当にいや、いい位置、さあ、次のアンチャーどうだ、おっ、来てる来てる、もう、そんな肌だ、キノコだあ、このカスタム5分くらい来いんぞ、ずっといや、剥がすだろなんだよこのカスタム、せっかくさっきカスタムって面白いなっていう言葉が長岡さんクソつまんねんだけどこれどうんだよ本当だよ、何の練習にもない、ハイドの練習しかないマジでカスタムのつまらなさを知ってしまった、完全に雑談配信なんだがえ、てかそれ入ってますこれ、入ってます入ってます、え、マップ開いて、入ってる入ってる、見て見て、あ、点滅してないですね、あ、点滅はしてないのかこれ、うん、点滅はしてない、これじゃあ入ってる、ギリないから入ってる、うん、あ、そっか、しないから入ってるのか、入ってますジバーでも太いからな、ワンチャンお尻とか出るんじゃない、え、これ賭けしましょう、賭け、リフトによるかそうでもによるか、うーんとねー、リフト、ここ、この辺リフト、リフトより、なるほど、うん、リフトより、リフト、うん、じゃあ俺はそうでもいいっすよ、いいっすよ、じゃ あ俺もリフトでいいっすかなんでだ大穴じゃん、じゃあリフトによったら長尾がプッチを怒ってくれるってことで、プッチョプッチョでいいのやったー、だろプッチョっすよ、あのプッチを怒ってくれるの、あ、そうだよ、よかろ、うまく見るんじゃないよ、打つよ、打つ、怖え、よ、やばい、いじばれる、やべえ、怖え、3対1やってるやってる、リフトでやってるやってる、もうやってるやってる、本当にもう楽しそう、何これ今来たけどどういう状況ですか、初動かぶってL先輩が落ちてしまってハイドに徹してます、かくれんぼです、今デッドバイデイライト、かくれんぼです、そうです、もしくはメタルギアスリーやってます、はいどっちかっていうと MGS かもしれない確かに物質から追い出された俺たちはボクシングブラウンは俺たちの物質だったのに部品が部品が部品がもらえなくなっちゃうよそうあー作るよ作るよ、大丈夫よ、来るよ、来い、送電も来い、送電も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 、来い、送電も、え、これ私たち寄りなんじゃないの、もしかしてワンチャン、また次もここでも被るんじゃね、これ、被るっていうか、またぐ、またまたぐ、またここで15分ぐらい過ごすんですか、俺たちはあ、それもまた、エイペックスエイペックスってそういうゲームなんだしょうがない、生き残り順位上げるのが優先なんでね、来い、そうでも来い、いやー、そうでもないよ、来い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 、そうでもない、リフトだっしょ、
ゃったー、もうバシャーくそー負けた3人とさあ、我々はどうする、ギリギリまで待って、それとも、いや、長尾さんにプッチョを怒るのがまず先かもしれない。そうっすね、そうっすね、しゃあないな。長尾さん、あの、あれよ、あの、はいはい、右から回って、はいはい、A 入ってるギリギリのとこ、あー、これで正面でもいい、正面でもいい、そう、そこでもいいし、正面でもいい、これ正面でいいんじゃない、あ、いや、でも正面、そう、右回るんだったら、あの、敵に合うリスクを考えなきゃいけないから、そうっすね、これ正面でいいんじゃないですか、正面の、OK。いる、あ、待って、壁の向こういる、いるね、うん、いますね、バレたと思うな今の足音で、あ、やべえ、ドローン、あ、あ、まずい、ポータルあるよ、ポータル引きますか、トンネルを通るのよ、あと1分でリングが縮小するぞ、どいち、そう、壁際の敵とやらなきゃいけなくなるか、これさっき、はいはい、右の、そう、橋あるとこまで行った方がいいかも、はいはい、向こうってことそうだ、マイスターポータル使っていいや、長尾さん指示出して、指示、オッケーオッケー、でもこれこっち側に俺のウルトも使って無理やり逃げるのもあるじゃないですか、うん、ありありあり、で、あっち行こう、あっち行こう、うん、あの、今ピン刺したところ、オッケーオッケー、ピン刺したこっち、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 こっちから回りたい、何何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 行きます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 、いやでもこれいける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 、みんなリングが動いてる、これここでいいんじゃない、ここここ嘘だろ、怖いよ、これいいじゃないこれ後ろから来たら笑っちゃうな、後ろはでも来ないから、いやー、うん、やばい、リプトやめろ、ハイドを見つけようとするな、大丈夫です、きっと大丈夫あのしゃがみのリースポータルもろかったな、カズさんちやられてるよ、あーまあ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 、生き残ってくれよ、まあ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 、いやでも生き残っちゃったらちょっと味しめちゃうから僕確かに、ね、そのままやエルさんやった時点でチャンピオン取れるやんじゃないんですかこれまだここでいいっすよね、うん、うん、あと1分半ある、1分半ある、からあの円、どこが円入っててどこら辺に行ったらいいか、長尾さんちょっとあのえこの裏がいいんじゃないですか、たまあそこが聞いてもけんな俺で、あのあそこあそこあそこさ、あそこ、あいるよ、目の前の建物いる、あ、行ってる、了解です、いやでもあのウルトであの足音消してあそこまで行くまあありじゃないですかね、ありじゃないですか、ポータルはねあと 60% ですね、 OK です、まだ大事、まだ大事、じゃあたまらない、たまらない、多分これギリギリで行っていいですかねそ、いやまあ先にちょっと移動して様子見しといた方がいい、まずあの正面の建物の壁に張り付く、あ、いる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 、あ、でもいるのか、うん、います、これはバレてるんです、あなた敵に狙われてるわよって言われてそう、言われてないです、いや、あの相手の、あー、なるほどね、うん、これの上、あー、ダメだ、え、てかさっき俺らが行こうとした子いるやん、え、え、マジ本当だ、いるわ、そしたら先に移動した方がいいよ、それウルト炊いて、オッケー、行きますよ、あれハイドやん、てかさっきの、あれ、これやります、いや行ってもいいけど、多分そあのそ正面建物パーティーやられる、うん、この建物パーティー来ると思う、じゃあこっちの横は横、あるある、そっちの方がいいかも、いますよ、ウルト来ます、ウルト抱いてでドーム入ってでそっち、はい、ナイス、こことか、いや多分車線通る、それそこそこだから、この上は、しかもバレてる、今バレてますね、これこっちが行くか、じゃあここ、ここ、こっちこっちこっち、そっちだって正面いますよ、それいやーダメだ、くっそ、いや、これだったら分かれた方がいい、屋根上行くか、マシさんと分かれるか、どっちかでいい、オーケーっす、じゃあどうせ順位上げるしかない、いるな、ラッキー、ラッキーお願いします、やめてください、ジミーあ、来るわ、あ、バレた、これバレた、 あ、やば、バレてる、オーケーっす、マシさん、マシさん、待って、長尾さん、あの周り警戒しながら巻いて、巻くときは、オッケーです、いや、でも来てない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 、足音は大丈夫です、あー、その
サナーは来てるけど、うん、多分いろんなもう敵10体とかになってますよこれ、うんうん、あ、いる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 正面正面了解です絶対撃たないでいいエグすぎあ、ポータル溜まったあ、来た来たうわーやれたいや、まさかここでここでいいぞ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 オッケーいや登ってくる、うん、いやもう一つ順位上げたいですねいやしかも目の前いるんだよな車線いや狙われてるですよねマヒマヒうわこれよろしくねいやーいやーナイス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 ファイトうんよくこれがエイペックスだいや大事うん、うん、よしよし結果来いきっと来いいや神田さんどうだいやでも5位まで行ったのはすごいねだいぶだいぶ、うん、あ、てかリツキンさんクリプトなんだそうそう、練習してたへえ。今日の練習からあ、え、これ私が見てるところと違うからあれか別にやられたのかアイル、ヤガミライト見てるよ今え、マジですか全然これもやがみられる APW APW おこれリスキンさんのところいいんじゃねえかワンチャンワンチャンある屋根の上にいるよこっちはこれ中1階ホライゾンしかもあホライゾンか浮いてリスキンちゃんが白なんだよなこっち全員赤わあマジかそれやばいなウルトで頑張っていけるかなジブウルトもあるあやったやった一人いやそれは強すぎやばそういやですよねそうなるよねもうハイドだいや惜しいミリおいやーただこれいやーやっおーやってるそれはそれはやってる天才いや強いそれは天才よホライゾンみんな下夢中で上気づいてないもんなすげえ。エイペックスのチャンピオンいや何もかもは初動物質取られたっていう、ね、それにやられたなあいや多分次も来ますよいや次来たら3人で降りて帰り道だわ、ね、相手ブラハジブもう一人じゃないっけブラハとジブラルタルと、はい、レイスレイスレイスかそうレイス、うん、あのハルカイダハルくんがレイスかなうん、ハルレイスで、ジブが、チグちゃんでブラハがカカザさんかな多分うんでカイダがバカ強いんでそれを注意すればって感じかなカイダに武器持たせなきゃいいんじゃないうんありありで多分カザさんが結構孤立しがちだからあのチーム、うんうん、そこを狙うのは割とありかもあ見てるんだ配信いや俺ハルの早いところだけはまあちょいちょい見てますねあ同期だからあ同期大好きじゃん同期だからだいたいカイラが2枚持ってってっていうのが勝ってるから、うんうん、カイラ2枚持ってって無理やりなんだ人数入り取ってって感じいやそれならリングで勝負したいマジで、ね、でもリング降りてくれってだろうな絶対ずっとリングいますかどっか行くまで絶対にで拳で戦いざるを得なくなる向こうはリングから出ないいやまあでもリングに立て直しかこれあそうか立て直しか、うん、オッケーオッケーどれだまだ来てないかまだ来てない30秒でトイレ行ってきます。行きましょう。いいよ、ゆっくり。めっちゃ返してもらわないと。え、消化してもいいですよ、僕。
だー分からせる大人の力でおいおい先生呼んで顧問呼んできた先生バッチ面白いですねいやまあまあそれはちょっとなどこのパーティーってか なんでだろう母艦取られたからなのかなやっぱり多分自分たちが降りる場所が取られたから来たんでしょうねえちょっと母艦を取ったのは誰だって話になるの俺らの場所を取った元凶じゃんえ他に周りうちらならでも勝てるって思われたってことですよね同じ場所それはちょっとコーチとしてもやっぱりちょっと見過ごせないんでそうこれは次こそちょっと帰り討ちでいややられたねうんあアドミンさんがそっかそっかえ待ってあれああ代理差が必要ですカザちゃんが抜けるのかどうしよう代理でやばい時だろ本格的に取られちゃう。はい。おかえり。あ、ティグちゃんが、カザちゃんが抜けるんだ。やばいな。やばいな。触れれたとか来たらびっくりしたね。あ、来た。来た。オッケーオッケー。よし。いや、俺が代理で行ったらやばいでしょ。なんで物資取るの片足しなきゃいけないの。おい、そっちがその気ならなーって。あ、兄貴って。はいはいはい。シワハルさん来るの？その音なくない？マジ？シワハルさん来たら終わるなまあ、頑張ってください。No. 頑張りましょう。頑張って取りましょう。でもどうなんだろうなんか間違えて E ボタンを押しちゃったとかで母艦に行くしかなくて母艦行ったら敵が行って敵そらしてこっち来ちゃったみたいな間違えて母艦先取られたらしいです普通にかぶせられたみたいなこの 7の人たち7の人たちにかぶせられてだからこっちに来たらしい、うん、いやどうなるかなアドミンさん何やってんすか落とすよアドミンさんああアドミンさんがいるうん本当だうーん画面見ないくらいのハンデなきゃやばすぎだろそれエイピックスどういうこと？いやだからあのかぶせてきたパーティーが一人抜けるからそのもう一人はお前画面見んなって代理プレデターだったら画面見ないでやってくださいみたいな。スイカ割りの要領で目隠しでもするんですか？もしかして。やばいな。やばすぎる。エイピックスやべ。縛りでも初動関係ないですもんね。別にみんなほぼ一本だし。頑張るしかない。くそ。俺は負けねえ。いやまあでも結果5位ですからねさっきのもねいや、うん、ナイスファイト入るナイスファイト入るよねうん、うん、ちゃんと草や花や木に慣れてましたね慣れてましたねたとえ10分ぐらい同じ景色でもいやまあね、まあ、それがまあ植物ですからそうですねやっぱり、はい、やっぱりずっと同じ景色うんほらねそういうのもねエイペックスの醍醐味だからああうん、知りませんそうそうそう、はい、文句は気づけませんはいあれもエイペックスそうですね文句のあのマロはなプライズさんのところにはいなんかマロを開いたんですよねそう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 なんですか、うん、送ろうなんでだよ DM 送れよいやもう全然いいっすよもう皆さんのねこの愛のあるコメントをしてクソマラが欲しくて開いたのにそんなことないっすよそんなことない笑ういやでもね
マシュマロっていうもの自体のシステムを僕よく分かってないんですけど。マシュマロ知らないって言ってた。ね、教えてあげました。教えてありましたね。はい。マロってなんだろう、なんか平安時代のあれかな。そうそうそう。確かに知らなかったらそうなる。そう。いやルールだっけこれか。え、ボイルなんだろうな。誰が来るんだろう結局、ね、誰なの。なんか2時3時とかでも募集してるけどどうなの。誰が来るかな。なんかとんでもなく強い人来たら面白いな。やばすぎっすよそれ。そうか、でもいないのか。ほんとだ。何でも大丈夫なので。いやさあ誰が来るんだ。書いてある。え、どこですか、プライズさんのマシュマロ。え、あ、ないですか。まだ解放してないですか。いや、解放はしてるんですけど、うん、あれどうやって解放するんだ。あの、URL をね、あの、Twitter とかに貼ると、マシュマロ。プロフィールとか。あ、なるほど。そう、あの、URL がないと止めないっていう。あ、これか。なんで今開いてんだ。なんで今開こうとしてんだ。なるほどなるほど。そう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 。大体俺たちはあのツイッターのプロフィール欄にポンって載せてますね。なるほど、うん。みんなの愛のあるコメントをって言って。あ、そうそうそう。でこれで、あ、これでメッセージを募集ってやると、あ、はい、できるのか。へえ。はい。あ、そうか、この要領でこの前やったんだ。そうだ、思い出した。お、誰来るって。来るって誰だろう。誰だ。誰だ。ああ、なるさんだ。なるせなるだ。なるさん、エーペックスできる環境あるんだ。いやでも普通にプラチナ、そっから。プラチナタイトルかな。あ、普通に純粋にあの、パソコンがエーペックスもカクカクなレベルでって、声撃の時おっしゃってたから。でもなんか、配信やってられてるよね、多分。なんかスタジオとか借りてるらしいよ。あ、そうなんだ。え、これじゃあ大丈夫なのかな。まあでも配信しなければいけるんじゃない。あー、ワンチャンそれある。ね、あるんだ。スタジオ、あ、スタジオから来る。あ、いや、普通に多分家で配信して、あ、配信をしなければまあ、感じなんじゃないですかね。いやー、なるさんはプラチナ4だっけ、普通に。そのぐらい。よし、わからせよ。わからせよ。やばい、さっきわからせられた。わからせるぞ。憎しみが。わからせられたったから。マジなー、わからせるわ。怖い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 よ。いやぶん殴ってやる。来るぜ開始まで。しゃーいと。俺らの物質は渡さねー。渡さねー。いや頑張れ頑張れ。どうする。じゃあいつもさ、はいはい、右側と左側とかに分かれてとか真ん中に分かれてたけど、もうマジで一つに固まっている。被ってたら一つに。そうっすね。被ってなきゃいいと思います。ね。で降りてない側に降りるか相手は、うん。うん。もし後から降りてきたら接敵したらもう思いっきり引いてファンに集まるまで戦わない方がいいと思います、ね。うん。オッケーオッケー。分からせてやる。分からせてやる。分からせてやる。カイラある。同系の。同系の。これまで見てきたものと比べたら。ここには怖いものに。顔が分からせるイメージないけどな。分からせられてる感じ。分からせられてばっかだもんな。うるせえ。うるせえ。いやーでもカイラうめんだよな。マジで。でもそんなカイラに勝ったら嬉しくないですか？チームで勝つ。いやちょっといいとこ見てみたいね、なんか奥くん。ちょっといいとこ見てみたいね。分からせちゃいましょう。ハンデーってやつね。見せてやるよ。うちらチームなら。じゃあ頼むわ。オーケー。あ、渡します。見てまーす。おお。どうなってるのか。あれ、これリアルタイム指導します。あ、はい、OK です。おお、だいぶ早く飛んだな。さっきのリアルタイム指導になってなかったんで。あ、そうですね。一生草と思ってましたね。花と草とキノコだけなんですひどいもんで。
完成できるかな。私ボタン側見てますね。オッケーです。いや来ないかこれ。壁で見えん。ボタンに。いや来なさそうだけどな。うん来なさそうだけどね。多分。まあ、先売りは少なくともセーフ。うん。オッケー。リンゴ入ります。なんだやりたかったな。荒らすだけ荒らして帰ってった。なんだったんだ。なんだったんだ。やりたかったな。やりたかったな。せっかくだからな。あれが欲しいです。なんだっけ。ショットガンが欲しいです。オッケー。がいろいろある。いろいろある。チャーライ募集中。チャーライ募集中だよ。金拾ったバックパック。でも金バックは賞味長尾に持っててもらった方がいいんだよ。あ、そうそう長尾くんでいい。金バックです。金バックもらいます。金バックどうだ。うん、ここ落としとく。オッケー、サンキュー。あと長尾さんあさった後断捨離忘れずに。断捨離。ああ、そういうことか。いらないものが。そうそうそう。これモルタネーター持つぐらいだったらもうあれ持ってもいいんですかね。モザンビーク。うん、あいずれショットガンにする予定だったら、うん、ショットガンにしたいんですよね、うん、それから多分あのエルさんもブラマー溜まりますよね。あそうかあれもあった溜まってます。はい、あーチャラやったー。ボカン空いてますね。中尾マスティフあるよ。しかも金マスティ欲しい。ここ付きアロス。オッケー。したらまた送電も行きますか。開いた。ああ、おお。開いた。おお。あの場所、あの場所がまずいのか。あ、そうかもですね。そうなんだ。確かに。そんなことある。あの場所。わあ、するしかない。そしてスポット募集中。これなんかどっかにありそうだけどな。あった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 。あお、ヘビアムがない。あ、それもらえます。オッケー。あ、ヘビアムがない。バッテ1、セル4、あ、1414ですね。全部バッテ1、セル4、1個ずつ余す、バッテリー。お、いいっすよ。長尾くんとこ持ってく、持ってく。あ、持ってく、あ、出す。したらこのままそうでも行きましょう。ありがとう。オッケー。はーい。オッケーオッケーオッケー。いやー部長がいる安心感半端ねえわ。これこっちからじゃいけねえじゃん。いやなんでだなんでだなんで来なかったんだなんで来なかったんだ。こっちはやる気だったのによ。逆にね。よしよしよし行きますよ。はい。もう一つ目どこいるっつう。でもまたエコ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 プラスエコ。長尾さんどこいると予想されてます？空いてますね。これガーデン、ガーデンで。ガーデン了解。じゃあそこまでのあのルート構築を。そうですね。リフトからこう回っていきたいですねガーデン。うん、うん、スコープを誰かください。何倍？作れるな。作れるね。あ、これあるでも作るスコープ。ナイス。4、8あったらやっぱあるに越したことない。オッケーオッケー。じゃあ待って見てる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 。うん、見ててもろて。はいはい。まだ、あ、裏来なければまあ大丈夫そうな気がするけどな。ここにいた人たちはどこに行ってるんだろうね毎回ね。リフトかエレチョじゃないか。配信見てもいいのかもしれない。ケアパッケージが来る。ちょっと俺目離しますよ。俺もちょっとそれ作りたいな、うん、1個いくつか。いいよ。ちょっとリプリケーターまた。私何でもないわ。あ、オッケーオッケーオッケー。一回こっちから敵来たことあるからちょっと警戒したい。オッケーです。そこちょっとお願いしていいですか。リプリケーターここか。私逆が。ここにね車がある。車がある。300メートル先に車がある。オッケー了解です。ミネチョ側見てます。オッケー。ちょっといろいろ作ります。はい。今のところ誰も見えない。あのシールド余ってるけどいる？シールド？バッテ？欲しい。うん、セル欲しい。あ、セルか。バッテは大丈夫ですか？バッテは2本あるから、まああるに越したことないけど。ここ空いてないよ。目の前も空いてないし、なんでこっちブラマも見るね。オッ
ッケー、はい、じゃあ見てます。これでいいかな。釣れないのか。あ、ちょっと死ぬほど救ったんで欲しかったら。オッケー、失礼しました。知ったら何もなかったらもうリフトの方まで行っちゃいたい。ブラマちょっと見させてください。あ、ブラマ俺も見たい。よし、アルソクはない。あ、アルソク欲しいかな。もらっとくか。ちょっと待って、アルソクも、あ、そうだな、アルソクとこれにしとくか。拡張ライトマガジンの発見、レベル1。あ、あとあれが欲しいんだ。あ、なんかドローン来てる。ドローン来てるね。移動したい、これ移動したい。あ、これ来るな、これ来るかも。いや、マジか。オッケーオッケーオッケー、いいよ、移動しましょう、移動しましょう。どうしよう。できれば車線切れる場所なんもないからポータル引いてほしい。ポータル、あ、ごめん、めちゃめちゃ適当に投げちゃった。そうか、いや、多分来ないんじゃないかな。来るとしてもこっからちょっと奥まで抜けちゃいたいですね、ガーデンまで。裏やってるな。撃たれてるの長尾くん。違う、やり合ってるわ。うん、やり合ってる。別チャーライでチャーライでクチクチク、チャーライチクチクの前に回復します。はい、もうちょっとでも離れてもいい気がすんな。うん、あとはあれだ、ケツのリフトから来る敵ワンチャン警戒してる。はいはいはい、あー、ドローンもう一回、え、もう一回ここでドームタイタリーやってますね。ドームタイタリーしてる自分、うん、オッケーです。本当だ、ここにポータルある。あ、出てきた出てきた、レイス。これ一回リフトの奥まで行っちゃうないですかね。オッケー。うん、まあ、ありこれじゃあまだ打たない方がいいですかね。うん、もう移動する、うん、かな。やってる、やり合ってるね。こう、あそこだな、うん、打たない方がいい。これ一瞬打ってもいいっす。打つ打つ、出られなくては。いや、見えなくなったな。これ俺裏見ていますね、裏。え、これバンガ？バンガだ。裏来てる裏来てる裏来てるよ裏来てるよ。ごめん、やった、くっそ。はい、ここ入ってきます。引いてよ。いいでいいでいいよ、裏来てるから。裏来てる裏来てる。でもこの辺いるな多分。オッケーオッケーオッケー、逃げても逃げても。とりあえずここまで行くか。エル先輩狙われてない？狙ってる狙ってる。これチーさんとかだな。あ、アドミンさんだ。うん、うわ、確か、え、ナオさん、え、シールドなかったか。シールドも、やっぱ俺ちょっと反射神経が遅いんだと思います。もうワンテンポ早く打ち合う前にもう張っちゃえばいいんだな、多分な。あ、いや、そうなんですけど、あれか、あの体力の方のシールド、体力の方のシールドは美容で溶かされました。チクチクしますね。なるほど、はい。いや、でもやっぱ車線通り過ぎてるのかな、長尾さんのいる場所が。そうっすね、毎回毎回。別にここでなくても、ここに青し、ここにクリプトいたんで、多分千尋さんのところ。待って、ジップの音、ジップの音、ジップの音。なるほど、引く引く、こっちまで引く。はい、これ多分本格的にリフトに。こっちいたかも今。オッケー。なんか見えたかも。エルこっち見てるよ。こっち何かいいものがありそう。はい、いますね。いる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 。チャライチャラ構えてる。はい。ホライゾンかな。これレイスウロチョロしてる。うわー、抜かれた。うま。大丈夫？大丈夫です。オッケー。スナイパー一瞬抜かれた。フェニキ使います。はい。じゃあアーマー取りに行ってもいいんじゃないですか。下にホライゾンがいるんです。上にホライゾンが。チャーライカブラマ行ける。いや、ブラマ耐えたらね、そこの敵にバレるけど。いい、あー、どうしましょう。ここにね、ホライゾンジブのパーティーがいるんだけど。いや、トイチャージライフの銃声鳴らしてると思うから、もうバレてるはず、おそらく。そうですね、オッケー。でもブラマ耐えちゃいますよ。はい、どうぞ。で、エルこっち牽制しとくから、その間に。うわ、いや、めっちゃ削る。やべえな。これやばい、やばい、詰められてる、詰められてる、詰められてる。いや、こっちか、いや、ごめん。いや、無理だ、ごめん。しゃなし、しゃなし。いや、これでもこの辺か。いや、ごめん。いや、きついな。これでも視線通るんだよな。ダメだ、ちょっと。あ、
あ、次からここか。いや、上いるよな。めっちゃいますね、上ね。いやー、アーマー割れただけでもう3人とも詰めてくるの早いな。ドローンいるわ。回復じゃなくて、爪が。はい。うん。あー、向こうやってる。次のリングに入った。まあ、近かったからな。ねえ。ハイドだとは思うけど、うん、うん、いやーちょっとあれだな、射撃演習場でちゃんと練習しなきゃダメかもしれないです、僕ら、あの車線管理に関して、うん、うん、あ、レイスがポータルヒート、やっぱ索敵が甘いんですかね、足音とかどこ見なんか来る、めっちゃいろんなところ見とくとか、うん、キョロキョロしとくとか、そうなんですけど、やっぱり直近の敵が一番リスクがある敵なので、うん、だからそこは一番あのケアすべき敵なんですけど、ただあの割られた瞬間に詰められるっていう、その詰める判断がめちゃくちゃ早かったです。でエルスナック気づかなかったですか、その詰められてるのって。集められても気づいてました。で、あのアーマーだけ着替えて、あの牽制しようと思ったけどみたいな。いや、あ、もう3対2って時点でも負け確なんです、そこって。あの、うんうん、あ、反応した時点的に、うん。だから、あのアーマーを巻くよりも以前にリングで遠くへ逃げるべきでした、ね。うん、なるほど。そう。アーマーを巻くのって、あの死なないためじゃないですか。うんうん、ただあの、アーマーを巻くことによって死に繋がっちゃってるんで、今。うんうん、そう、だからそれは。あそこいるわ。敵を発見。いるね。あとこの上にいるんだな。上にチャーラーいたな。でもこれ上に割れなきゃ結構アンチだけどな。いやでもそっか、移動しないといけないんだな。うん。あ、ローバのブラマが使われてる。え、ちなみに長尾くんはなんですぐやられちゃったん？あー、裏にいたのに気づいて牽制しようとして、一気にフォーカス当てられてやられた。あー、もう3人めっちゃ来てたんだ。エル全然気づかなかったな。いやでもめちゃめちゃ早かったっすね、うん、あー、なるほど。めちゃめちゃ早かったっす。多分長尾さん毎回体が出すぎな気がする、もしかしたら。そう、だやっぱ頭だけが出てるような状況を作り出したくて、はい、そう、長尾さんの場合多分体が出すぎて、おそらく3人から攻撃されて食われて、はいはいはい、なるほど、か、寝られやすいから動かされてる。そう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 、だ、自分だから特にそこを気をつけてほしいですね。うん、どこ言おうかな、これ。そこでいいんじゃない、その下のところ。うん、そこでいいと、そこ強い気がする。しかも上が牽制してくれる限り下にはまあ入ってこれないかも。チャーしたいけどこれバレちゃうもんな。いや、やめた方がいいと、うん、打っても旨味がない、ね、うん、あんま弱い。右落とする、マヒマヒ。向こうもいるし、上がいるからな。あー、いや、来てる来てる、あっちに標的。いやでもこれ大丈夫じゃないですか、上が牽制してくれるから。うん、まあしばらくは大丈夫な気がします。しばらくは、うん、おお、おー、強え、アンチ。お、いいね、アンチ。いいっすね、アンチに恵まれてる。名前燃えてる、いる。マスさんが今いるとこ入ってる、アンチ。微妙に入ってないです。アンチは入ってないです。あー、なるほど。もうちょっと、どこがアンチ入ってるか確認しといてほしい。うわー、ドローン来た、ドローン来た、ドローン来た、ドローン。嘘だろ、お前。もうちょっと前行ったらでも入りそうじゃないですか、そっちの壁とか。うわ、
ん、それ真上の敵じゃない？今でも多分上真上の敵。あ、目の前いる目の前いる、マヒマヒ目の前いる。あー、間に合わない。いやー、いやしょうがないですね、これはね。ここに敵がいる。惜しい、惜しい。ナイスファイト。ファイト。いや申し訳ない。あ、注射器を発射。このチブのスキンなんだ。いやー悔しい、ね、全然打ち合えずに終わってるからずっとねえ、めっちゃ悔しいなー。あの一体を偵察する。敵を確認。なかなか。どんな感じだったんだ。どんなっすか。多分、いや、あんだけ早く解けるってことは他に何かしらなんです、うん、あ、裏から来てる、気づいた。あ、なるほど、これは死ぬわ。あの位置を見張っておく。なるほどな。ああ、俺たちの、いや、あんまり、いや、そう、長尾さんここはあんまり形成しなくてよかった。そう、さっきあの長尾さん視点見れてなくて、うん、で、そう、全然状況ができた、うん、あれはもう形成しないで即逃げ、どう張って即逃げ。そう、そもそも、そう、あの車線が切れてる場所で形成するのないんですけど、うん、これは全部見えちゃってるんですよ、うん、頭どころか全身が見えちゃってる状態なんで。なるほど。ここはあれですね、うん、なんかああなったらどこに逃げたいんですかね。逃げるっていうか、あの一回家の少なくともあの再移動の場所だと車線が完全に切れてないんで、はいはいはい、そう、他にあの車線の切れる場所を探してほしかった、うん、っていうのと、あとやっぱりしゃがみがちだなって思った。しゃがみ、そう、しゃがんでることによってすぐに逃げれないですよ。なるほど。そう、あ、動きが遅くなるから、うん、そう、しゃがんでることってあの車線を切ってることではなく、へあの撤収率を増やすことだけなので、はあはあはあ、そう、なるほど。あ、しゃ、あ、そう、しゃがむ、あ、コントロールキー外しちゃってもいいです、なんなら。うん、そう、それはエルも前言われた。なるほど。しゃがみがちだったもん。あそこに誰かがいるかもしれない。返す。さあ、線の見えないっぱな。ここに敵がいる。うん。うん。こっちへ行こう。
ーでみたいか。こっちを探索しよう。こっちへ行った方がいい。なんかもうラストアンチかですね。最終だ。うん、いやチブいるから刺さないのか。いやー、いいだらけだ。あー、間に合わなかった。やばいじゃん、これ。おお。やつじゃん。こっち。もうあと。よろみさん。これ何体なんだ。わかんねえ、どうなってんだ、もうぐちゃぐちゃって、うわ。このチームもね、ついよ。エーペックスのチャンピオンが誕生しました。はあ、ジジだ。いやジジ、ちょっと回線的にもう多分コーチングが不可能だと思う。今日やばいっす。今日やばい。あ、全然全然。ありがとうございます。いえいえ。いや。あー、声が、お声が。あ、そうだ、ごめんなさい。大丈夫。ディスコードが調子悪いんかな。二人で粘ってたんだな。ねえ、二人だったんだ、しかもここ。落ちたんか。いや、もともと二人で参加するっていうパーティーなかったっけ。あ、そうなんだ。ここで二番目、まつりちゃんとかね。すごいな。よし、次か。もうあと何試合、2試合ぐらいできるのかな。次ラストでまたみんながやりたいって言ったら大盤だけあるかもね。なるほどなるほど。いやー、頑張りたいなー。いやー、うん、でも、真ん中の方だな、常に順位的には。もうちょっと行きたいな。よし、じゃあ、頑張りょう。頑張りょう。モルカー見た？さんは。あ、見た。あ、見た？これ昨日見た。モルカー。あれは何？猫を助けるの回見た？見た。
見た。そこだけ見て、なんやこれって。あ、長尾本当だ、チーム入ってねえや。あ、いいんだよな。いや、見ました、見ました。モルカいやあ、そっか、なんかモルカってさ、なんか言われて、あ、なんだっけ、それなんか誰かが言ってたなって思ったんだけど、エルさんだ、それ、そうだ。え、え、マヒマヒは、マヒマヒは、モルカ見た。いや、ちょ、見てない。いや、見てー見てないけど、なんかタイムラインにすごいモルカの二次創作みたいなの流れてくるから、それは見てる。YouTube、いや、もうマジで3分くらいで終わるから。せやな。だから、エルさん好きそうだなーって思いながら見てた。今考えると。リリッティ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 。強そう。いやめっちゃ可愛いのよ。マジで好きそう、エルさんで。最近の楽しみ。モルカ。なんかトレンド入ってなかった昨日。昨日かな。あ、もうそうそう、そんぐらいマジでね、めっちゃ見られてるの。そう、昨日トレンド入ってて、あれなんか見たことあるモルカって、と見に行くかっつって見た。嬉しい。そやエルさんか、そうだ。イリジエは。いやなんかすげえなって思ったあれ可愛いでしょ、なんかもうどうでもよくなるでしょ、もうそうですね、それ森川は人間の愚かさを教えてくれるってコメント欄に書いてあった。そう僕たちは何で悩んでるんだってならせてるんですよ。森川はこんなに頑張ってるのにエルは何だってなるんですよ。わかんない。俺にはわからないそれ。わかんねえわ。森川頑張ってるのにってなる。モルカーね。そう。やば。やばすぎる。めっちゃでも面白かった。面白かったけど謎だったな。モルカー。いやでもさ、モルカーって言われてもさ、パッと分かんなくてさ、なんなんだろうって感じだけどさ、うん、あれモルボット、あれそう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 、モルボットと車みたいな、モルボットの車、うん、そう、なんかあの機関車トーマスみたいなね、あ、うん、いやさあなんか機関車トーマス見る前はね、またまたって思ってたんですよ。出た出たみたいなね。はい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 、そうそうそう、出た出たって気づいちゃったね。モルカン。いやーマジね、いいです。あの目を閉じてさ、あのなんか自分の体内を見るのを笑ったわ。かわいい。そんなことするんだ。見よう、マヒマヒも見ます、じゃあ終わったら。不況がモルカーの不況が、いや俺は機関車トーマスかなって思った最初見た時。いや、あ、プライズコーチちょっと手動で回線直してきましたそうです。あ、手動で回線直すって何どういうこと、力技どういうこと、なんか偉人すごい、業者じゃん。何でもできるんだから、探しの時間ね。手動で回線直してきます。アンテナとかいじんのかな、家の。いやー、よかかってこい、行くぞー、よしちゃん、また来るかもしれないからな。あ、また来るかもしれないからな、まだわかんないから、あいつら戦いが終わる頃には奴ら全員が知ることになるだろう。ジブラルタル様の名を。あ、行くよー。はい、近い、ね、頼む。いい報酬を狙って、かぶるな、かぶるな。いや、かぶってないかな、かな、かぶってないっすね、多分大丈夫だと思います。うん、いつも通りのボカン、いつも通りのボカン、ボカン。離れちゃいました。おいしょっと、 OK、 次。どうした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 、何でもないです。終わった。救急の代わりに P を拾ってしまって、なんてこったって思っただけです。よいしょ、真ん中開けます。はーい、デイ。おっ、3倍目って、ほいほい。そっか、いつもエル割られたやつを取ってるけど、割る手間があるのかこれ。
そうですよ。そうっすよ。待ってくれてるんだ、みんなが。待ってくれてるんですよ。俺たちが散らばってるわけじゃないんですよ。実はそうだった。感謝しながら取らないと。そうだった。悪労力。なんかないかな。ほい。ここは。金センチネル。金センチ。いや、センチネルは使えないっすね。残念ながら。難しいっすね。ショッピングはさあ、来い。なんか、来た。マスティフ。あ、トリプルテイクある。マスティフは私も持ってんだよね。落とすわ。あ、タブチあるよ。壁ある。はい。あー、なるほど。いる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 。ごめん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 。そうそうそう。オッケー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 。一回来ますね、一回来ますよ。やばい、引けない。怖っ。どこの誰や。いややばいやばいやばい。マヒマヒ引ける？行きます。ここにシールドとかあるからね。オッケー。一旦思いっきり引いちゃいますね。オッケーオッケー。これ来てる来てる。割れてるよクリプト。オッケーオッケーオッケー。割れてる。一回思いっきり引きます。また戻ってきた。オッケーオッケーオッケー。こーわ。いややばいかも。エルやばいエルやばい。オッケー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 。ガンガン引いてるのね。オッケーごめんごめん。ごめんごめんごめん。ガンガン引いてた。これ割れてるけど。そう。すまん。ガンガン引いてるのね。引いてました。すいません。フェニキも来ます。これとりあえずエル、カービィの方は来れます？やべ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 。あれはどっから来たかってた？ごめん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 。クリプトがいるんだったら千尋さんのところかな。かでもあの神田さんのところかな。なんかこの辺降りてた気がするんだよな。いや狙われてる。オッケーこっちまで。来れます？あ、やべ下手くそタービン怖いけど、これこのままエステートまで抜けちゃいましょう。オッケー。あと1分でリングが縮小するぞ。一回、シェルだけ巻こう。オッケー。あー、めっちゃ悔しい。くそー。いやいやー。マジで来てたー。あいやこれどうしよっか。いいか、エステートキルポ怖え。狙われた感じだな。ねえ、やられた。ごめん、逃げてたの。いや早いな。一旦体勢立て直すって意味の逃げかと思った。ごめんごめんごめん。あ一気に逃げちゃったわ。ぐー、失礼失礼。ごめんごめんごめん。いやーくそー。パワーある。ブラザー、進化シールドを発見したぞ。レベル2だ。え、落としない？気のせいか？長尾？向こうだな。上落とする？もう長尾かも。なんか。わかんないや。オッケーオッケーオッケー。いやー、ちまった。こわ。いやー。いや、こっち誰もいない。いないな。よいしょ。オーケーオーケーオーケー。とりあえずゆっくり座れるかな。スナイパーのスコープあったら教えてください。オッケー。どうする？こっからとりあえずあそこ行きたいな。向こう行く。怖いな。エネチョ側からまた来そうで。そうだね。結構アンチ。アンチでも上の方だし。結構こっちだな、うん、抜けちゃうか。もうソーラーレイの方まで。あり。こっち。こっちだ。大丈夫かな。ヘビーバガジンレベル2壁持ってる。欲しいわ。よしと。オッケー。空いてる。ここオッケー。多分大丈夫だと思うけどな。3倍バカみたいな。まあもういないと思うけど。フライいるね。フライいるね、うん、このまま抜けちゃおう。このまま抜けちゃおう。いる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 。
どこ？どこにいる？ごめん。どうした？もうこれじゃあこっち戻ろ。オッケー。そっち戻るわ。戻れる。ポータル行く？戻れる。いける。今ごまかした。戻ろう。うい。戻るにしたってなんだよな。ごまかしい感じ。これたら向こう行かないといけないんだよな。待って。ジャンプタワーある。無理やりジャンプタワーで越えてくか。いやーでもこれ。遠くに降りればそうそう詰めては来ないと思うけどな。降りた先にいそうだけどな。降りた先にいなければって感じだからどうする？いいよこの辺で。この辺っていうかどっかでハイドして待っててもいいし、まだ絶対通り抜けなきゃいけないわけじゃないから。とりあえず、いやでもここの位置やばすぎるから行っちゃうか。ジャンプで行っちまうか。盆栽まで行っちゃう。怖いな。でもこの辺で木になっててもいいけどね。どうする？ジャンプオーダーに任せますか。気になるしばらくこれいいやんじゃ。そんなやべえな。やっぱりちょっと打ち合いの練習しないとダメだね。この中でも回復だ。すぐに終わる。また来か。気になるか。いやー対面の練習しねえとな。今のは純粋にやっぱり人数不利で負けちゃった感じあるから。いやー気づけてたな。でもなくっそ、いや詰めるってか来るの早かったね。千尋さんたちどっから来てるんだろう。どこだっけあそこのチーム降りてんの。忘れた。まあちょっとスリーボクシングのあそこで詰めてきてもやり合うムーブするか。練習だし。そうだね。あそこでやられてると毎回来られちゃう気がすんな。よし。いや裏やってんな。ああ向こう側だね。ジャンプ使ってすぐ行くか。ここやっぱもう一回通ってっか。これ向こう側か。さあ この辺かな。そうだね。これ向こうまで行っちゃいけないかな。このまんま歩いてここ。うん、こっちからこう回っていけないかな。こっちからこのまま、え、まっすぐってこと。そう、まっすぐじゃなくて、そうここでもさ、上から来てる人たち全員この辺の通る道絶対来るじゃんね。そうだね。だ先にも通っちゃうのかな、やるとしたら。かもうこの辺でハイドするか。まあでもどっちみちこっち通らなきゃいけないからやっぱ通っちゃった方がいいんだろうけど。先行っちまうか。奥まで行くのはね結構リスキーな気がするな私は。いやでもいないぞこれ。多分左側やり合ってる。まあどっちにしてももうちょっと進めるか。 OK。 待ているわ。いる。一回ちょっともうちょっと待ってからにしよう。この壁の向こう側にいるわ多分。なるほど。うん、もうちょっと待ってからできます。あそこにいる。あそこ。あの辺にワンパイいる。ここにはいるんだったらマジでジャンプ使ってもいい気がするけどな。ジャンプ使ってみるかしたら。もしくはあの人たちが逃げてから、だからギリギリまで。いるここにもいる。ここにもめちゃめちゃ近い。息を吐く。オッケー。そうだね。あれ行き切ったらジャンプで行くか。水溝まで。なんか名前ついてるとこはでも絶対いると思うから。皆さんとこ降りたいよね。むずいよな。アンチもなんかよくわかんないし。リングまでもう少しだ。このまたこれこの辺に2分の1ぐらい落下地点みたいな。落とせば勝ちなんちゃう。これ行ってみるか。ジャンプで1回こっちだ。ここまでやってみる。じゃあどうなるか1回やってみよう。行こう。一回どうなるかやってみよう。いいよ。いや
もう長尾がやられたらガン、もう逃げるんで。そっち行きたいけど、この辺から現実的には、なのは。あ、いるわ、あそこ。あそこいる、あそこいる。手前降りるわ。手前降りて、手前降りて。この辺怖いかも。オッケー、ただそっち抜け。ここ車線そうそう。すごいね、ここ車線。こっちからもさっきの人たち来るだろうし。で、ここ無理やり向こう抜けるか。あ、ソナー来た。ソナーどっからだ。多分上から上だと思うよ。こっち無理やり行こうか。こっちだ。こっち側行くしかないから。そっち行く？ポータルあるからポータルそこまで引くか。オッケーオッケー、それで行ってみよう。この裏、80だとちょっと届かないから。いや、でもどうで…あ、いや、甘いか。行っちゃう。行っちゃう、行っちゃう、行っちゃう。あっちやってんな。ポータルを手伝う。リングに入ってない仲間がいるわ。これ裏来そうだけど。裏は絶対来るよね。ここが見る。オッケー、俺裏見てる、裏見てる、ね、こっち来ると思う。そっち来る、オッケー。これ来る前に抜けちゃおう、抜けちゃおう、抜けちゃおう、そうだね、抜けようよ。やってるね、すごい。あ、いるわ。うわ、いるいる、ハイド。これやろ。これハイドじゃね、ハイドだよね。いや、でも追いかけなくていいと思うな。追いかけなくていいと思う。もういきなりハイドだった。物と一体化してんじゃないよ。危ない危ない、チャーライチャーライ。あー、チャーライいるね。あっちだな。おお、ここどうすんか。しばらくここで入ろう。いいんじゃないか。してここ見てるか。うん、そうしようそうしよう。ビビったー。いや本当それ。急掛けなのか。結構だね。うん。急掛けか。ここけ L の8か。8だな。うん、結構かけてるけど。ここはどう、ここいるかな。あ、いるわ、いるいるいる。うわ、来た。オッケーオッケーオッケー。はいはいはい、入る。うん、ナイスドム。ナイス。ここでもう無理やり耐えちゃうわ。よし、オッケー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 。いや、多分いけると思う、これ。あっちにもいるな。あっち、発火しとる。じゃあ、発火しとる。これさ、このまま浮いちゃうか。浮いちゃう、浮いちゃう。で、多分そっち側にもワンスーパーぐらいで気がするから、これこのまんま奥まで行っちゃいたいな。あー、向かっ、右側。オッケーオッケー、ほい。ここ入った。仲間には指一本も触れさせないぜ。あ、いるわ。あ、いっぱいいる。あ、いっぱいいっぱいいる。おー、やべ。これは。いやー、危ない。うわー、やった。ごめん。いや、俺が邪魔すぎる。おい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 。もう、いやー。いやー。いやー、やっぱ打ち合いもうちょっと練習しないとダメだね。くー、ごめん。ナイスワイト。でも9位だ。ズームが上げられてるけど。はあ、難しいなマジで。あ、やべ、また抜けちった。いやー、2人だったから勝ちたかったな。オッケー。いやー、やっぱ打ち合い仕掛ける、次もう一回やったら。うん、結構な、やっぱどうも、まあ、ある程度なんかハイドすれば9位ぐらいは取れるっての分かったから。いやー、試合仕掛けたいな。ビッグスターだ。ビッグスターか。あ、多分、ごめん、ミュートになってた。あの、ちーちゃんがそのボクシング場をルートにしてやってからもう次行こうっていうルートにしてるから、あの感じだと。だから、もう、で、さっきもバラバラになってたから、エルたち。3人でもめちゃくちゃ去るの早くして、固まって待ち構えるか、もう、
早めに漁って次の場所にアンチとか移動しとくかかな。どっちにする？一回次やり合ってみますか。オッケー、待ち構えるってこと？待ち構えるを一回やってみる。でちょっと、まあ、2,3 回それやってみてやばそうだったら変えましょう、うん、オッケー、やってみよう。抜けるってやつに、まあな、でも小さなところ強えからな、相当な。あ、ディスコのところは後でカットします。よろしく。よし。おー。どう。はあ、ビッグスター強えな。いやマジでかっこいい。あれ、うん、超強え。めちゃめちゃうめえな。くさ。おお、粘りがすごい相手も。すげえな。うわ、でも、ああ、いや、でもリングギリギリ入ってんのか。いやー、そうだよねー。空爆か。いや、アンチがきつい。ああ、マジかー。ここはどこだ？赤は落ちてる。あ、2部隊なのかも。ね、早。この中と外で逃げて。あ、でも1人ハイド。いやー。惜しい。3対1きついな。あ、すげえな。いや、でもやっぱレイスと。なるほど、ストリーマーパークで書道ボクシング場に降りてたチームの立ち回る参考にしてみる。確かに。なるほど、確かに。この前ストリーマーの方々がねやってたね、大会やった時、うん、確かに見てみるか。あり。ちょっと消します。一応5は終わったのかね。5試合は終わったかな。うん、うん、次あったらみたいな感じか、うん、よいしょ。いやでもそんなちいちゃんたちでも19位なのか。あなたどこに潰されたんだ。マジか。どこに潰されたんだ。やっぱやべえな。いやいや、千尋さん千ダメとか出してるもん、すごい、うん、うまいよな。19位で千ダメってどういうことだ。俺たちやって確かに。どうして19位なんだ、ね、確かに。なんでだ。チクチクしたの、うん、あ、秒で漁夫切ったらしい。あ、秒で漁夫か。そっか、漁夫も経過しなきゃいけないのか、待ち伏せするなら。そうだね、あ、そうだね、難しいな、それな。難しいね、うん、でも、ある程度稼げれば、そう、お互いに引くって判断になるんじゃろうかな。うん、うん、次ラストです。次ラスト、オッケー。オーケー。実質6試合になってるよ毎回。まあまあまあですね、5試合プラスアルファみたいな、うん、おまけ。あ、まあでも今日はハイドの練習だいぶなったんじゃないですか。
あだいぶだいぶ、ね、だってもういいよ。もうだって最下位全然取ったんですよ。15位以下ほとんど1回だけか。16位だいぶだいぶサイドはできる。11ポイント部じゃん。サイドはできる。キルポないとちょっと厳しい。我々はハイドはできる。ああそうだ、俺チームに移動してねえや。いやー、かくれんぼ部ですね、完全にね。プライズさんはどうだろうな、帰ってこれるのかな。どうだろう。あね、手動で。手動ですを回線直してきますって、おっしゃってから、来てないですね。手動ってなんだ。手動ってなんだ。いやでもさ、ルートはさ、結構俺あのリフトの方のルートでいいと思うんだけど、うん、どう思う？うん、いいと思う、私も。でもリフトの、うんうんうん、でいいような気がする。うん、結構安定して、あの中盤戦まで生き残れてる気がするから。そうだな、毎、うん、まあ打たれはするけど、まあ多分どこ行ってもそうだろうな、十、うん、何番もいたら、うん、そう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 、打たれるけど、うん、牽制して引けるなら、うん、結構やっぱいい、うん、あのなんだ、遮蔽多いからさ、電網なりリフトなりは、うんうんうん、割といいかなって感じがするかな。ルートは悪くない気がするから、これを軸にやっていきたいと思います。はい、 OK、うん、します。よし、そう、さあ脱メタルギアソリッド。はい、ね、それ知らないんだけど、元ネタマジメタルギアソリッドって知らないですか、うん、私も知らない。マジか、メタルギアってなんかプレイステーションの昔からあるゲームで、あのなんかスパイみたいな感じ、うん、なんかバレないようにあのなんか敵の中進んでってみたいな、そんな感じですね。なんかあのほんまひまさんとかがなんかちょっと前までやってた気がする。へ、配信で。そっか、メタルギア知らないのか。へえ、そうだな、あんまやんないかもしれないな。あ、かくれんぼゲーなの？そう、かくれんぼゲーです。どっちかっていうと、うんうん、まあ、銃とかもあるけど、メタゲーでも俺もやったことないな。そう、うんうん、チーム名変えれます、ね、あ、変えました。変えました、ね、ありがとうございます。変えて変わってる、変わってる、気づいたら変わってた。あ、そう、スネーク、スネーク。うーん、有名なぞだと。いや、あ、多分ローバいるから多分早あさりはすぐできると思うの、他のチームより、はい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 、頑張れば、うん、端っこの方まで遊ろうとしすぎなければ多分すぐ行けると思う。エルも武器の持ち替えとか迷っちゃうからな。あ、早め早めに、これを当てたら、うん、あさりだな。お、始めるって、ラスト、オッケー、行こう。ラストこそ3人で、3人で生き残るんだ。そうだな、3人で生き残るぞ。もう芝系ないでさ、よし、ラストチョコ決めちゃえ、決めちゃう、決めるぜ、よし、決めるぜ、決めるぜ。物質と優勢域を守る戦い。チーさんたちどこに置いてんだろうな。あれかな、ドックとかなんかな、ドックじゃないかな、前ドックだったっけ。前プライズさんたちといた時もずっとドックにいた気がするし。うん、そうか、確かに、うん、ドローンいましたもんね、ドックアンチの時、早めにいたから。オッケーオッケー。うん、ローバある族、確かに、ローバある族は確かに。ワンチャン。あー、行くぞー、キルムーブ、いいよ。いやゴールドがよく似合うの。よー、チャレンジャーたち、俺様には気をつけな。今回のチャンピオンを紹介します。戦いが終わる頃には奴ら全員が知ることに。もうマーケット溜まったら場所とか考えずに自分の近くで宅ね。そしたらオッケー、そうしよう。これがジャンプマスターのようだな、
真ん中とかに作った。まあそんな変わらんやろ。うん、なんだろう。うん、報酬を狙って。おい、向こうもじゃあすごい必要最低限しか漁ってないですね。ドック多分そうだね、あんだけ早かったら。そうだね、広いのにね。うん、戦える、よし行こうみたいな感じなんだろうな。だろうね。デスボから取ればええみたいな。強すぎ。やだやだ。来てる？来てないと思う。かぶせはないと思いますけど。ドックはいなさそうだけどな。まあいや、パッて出さります。急いで。ドック行ったかな。よし、長尾ではこの手前の遊びますね。おっしゃ、紫。ナイス。ナイス。よし。青。血を追っかけます。よいしょ。ああ、オッケー。ここ。オッケー。真ん中一瞬で割る。周りちょっと気をつけって感じ。大丈夫、周り落としない？周り音はとりあえずしてないけど怖い、ね、バッテリーが死ぬほどある。しゃあなあるけど。おーおーおお、戦いに行くんであれば。バックパックを発見。オッケー、みんなところ負けたいた。オッケー、そして行きます。バッテリー4本ある。オッケー、あ、やべえ、開かん。なるほどね。ありがとうございます。久しぶりに来た。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それはそれ、今のうちじゃ来ないな。こんにちは、ライチャーライ。はい、来ました。はい、戦い。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。心構え。はい、ということで多分他のカスタムも止まったことでしょう。ちょっと氷行きまし。全然エラーにならないんだけど。あ、なったなった。よし、戻れ戻れ。したらもう俺はほんなんだ、ショットガンあったら欲しいぐらい。オッケー。はい、あ、私今すぐ戻る。ショットガンもらいました。今ヘムロックマスティフで揃ってます、ね、とりあえずいない、周りは来なさそう、来なさそう、うん、オッケー。今ここにエヴァ8カービィもらいます。あ、クリプト来た、クリプト来た、クリプト来た。一旦ちょっと上から行って、上取る。戦う戦う、うん、こっち来て、こっち来て。いきます。私ボクシングリング入ったの誰？俺大丈夫。いません、そっち行く、そっち行く、そっち行くよ。見てる。リング縮小まであと1分。どっちの方からクリプト？クリプトです。ここにいた時に聞こえた。どっちかは分かんない。さっきはね、こっちとかから来たから。これでも大体あされた、みんなあされました。あのヘビアモがないとちょっときついかも。オッケーオッケーオッケー。今100ない。足音する、いろんなとこから。オッケー。もう行く？もう行っちゃうか、これ。待ち構える。いや、行こう行こう。もうどうせあれでしょ、ある程度は行ったでしょ。うん、オッケーオッケー。そしたら送電網の方から行きたい。うん、はい。オッケー、行ける？行ける行ける行ける。ただ俺が回復がないっす。あとヘビアモここにある。ヘビアモを発見。オッケーオッケーオッケー。そうでも行こう、そうでも。こっちへ行ってみよう。オッケー。残り10秒。悔しいけどアイテムを取ってる余裕はない。あ、なんか来てるかもな。多分裏もしかしたら来てたかも。ジップの音がした。よしと。オッケーオッケーオッケー。そうでも行こう、そうでも。うん、裏は撃っては来てない、撃っては来てない。オッケーです。オッケー。あとショットガンがあったら欲しいぐらい。オッケー、何と交換する？ショットガンあったら。いや、ショットガンアモ、ごめん、ショットガンアモ。アモね、オッケー。あと、肉回復が良くない。アモ渡せるよ、私。マジ、ショットガン欲しい、あとヘビは。ここヘビアモ。ヘビアモ、バックパックを発見。レベル2だ。これが使える。だから逆にボクシング場の方から来るかもしれない、そうでも。そうだね、怖い怖い。クリップたちが。一回そのルールとあったから。オッケー、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 オッケー。あの音好きなのよ。エリ先輩、ノックダウンシールドないっすね。ないっすね、ちょっと負けたくから、はい、いてほしいかも。オーケー、こっち見てるよ。ここだけお願い。うん、私じゃ反対側見てますね。オーケー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 。私のものになるよ。
んどこだ、こっち、ここ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 、そこいるよ、そこジグ、あぶね、それ逃げる、戦う、じゃあ戦おうか、戦う、オッケー、ちょっと牽制入れつつ、いやでもあんまり詰めては来ないな、クリプトノートするよ、これ魚フラれる、これ逃げよう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 無理やり逃げたけど先にいないから気をつけて検定できる、うん、OK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 、まあ、ちょっとウルトが、ま、やってんな裏多分違うなこっちでやってるかも OKOK、うん、そこにリフトの方行きたいなリフトの方 OKOKOK じゃあここのジップから行くそうだねいやガーリ行っちゃってもいいかもこのまま抜けて OK ここ行こうガーリ行こうで抜けてうんこれガーデンかアンチちょっと手前に寄りそうな気がするなエネチャ怖すぎるから、ね、早く抜けよう抜けない抜けないすんごいあと足りないのまあバッテセルセルはなんかまあ6あるんで大丈夫なんですけどこれは一瞬負けかけるけど大丈夫いや向こうついてから負けでもいいんじゃないですかね、うん、あとライトマガジンが欲しいはい OK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  悪くないよ2倍以上のスコップあったら教えてください。はーい。1、2倍ならある。ああ、俺も1、2倍はあるけど。あ、いいよ、1、2倍。あ、1、2倍。もっと使うじゃん。ただ、1倍が欲しいっすね、逆に。オッケー。1倍、オッケー。ここ、ちょっとクリアリングして、1回腰落ち着けたい身。うん、うん、うん。ずっと走ってるからな。とりあえず、いないけどな、周り。パッと見た感じは。あ、落としたな。純正するね、奥でやってるわ、うん、奥でこれどこまで詰める？いや、この手前ぐらいでいいと思うけどなみんなを、うん、ちょっと漁りたいなーマーケットで漁るかもいいよ、またオッケー、ここでいい？いや、はい、ちょっと裏見てる、裏見てる、裏見てる、うん、ちょっと漁っててじゃあ、自分のウルトの声凍るねあっちでも多分しばらく来ないんじゃないかやり合ってんじゃないかな今しばらくやり合ってるから大丈夫だいいよいいよいいよちょっと見てまーすこれあげるんマッシフないやなないなオッケーオッケーライトマガジンを普通にあありがとうもらいますうーんこれ次のアンチ見てちょっと次の行動決めますはーいオッケー確実にあっちにはワンパいるからうんうんうん、あっちね敵を発見あ入ってるな、うん、これちょっと下の方まで行きたいですねソーラーアレイの方あっちまで移動したいですはい、いいよあの挟まれるリフトの人たちとガーデンの人たちに挟まれるのこれポータル溜まってますオッケー、まあ、軽く漁りながらで大事ですまだよく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 よおい止まるな失礼あぶねー急にどうした全身出てるザ全身漁られてますけどあそこなんかすごいいろいろ落ちてるなオッケー向こうが怖いのとまあこれ後ろも怖いでしょあいるわいる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 目の前目の前のグロタワーこんなかオッケーオッケーそれスルーするなら回らなきゃいけないけどうん回りたいないやスルーしたいスルーしたい、うん、まあ今割と悪くないから撃たれてるそれ撃たれてない撃たれてるねオッケー今あれ L たち撃ってるの撃たれてた気がするでもなんか他もっと遠いところから銃声したないかオッケー、オッケー、行くね。一旦グロータワーの。撃たれてる、狙われてるな。撃たれてる、撃たれてる、撃たれてる。ぐるっと回って下まで行きたいな。これ物資はどう？
チナ。エルは大丈夫。セルヤもちょいやったら。肉が欲しい。ヘビアも渡せるよ。あ、肉ここになんか落ちてる。ラッキー。いや、撃たれてるね。裏、こっちか。こっち。いいよ、そのまままっすぐ行っちゃおう、オッケーオッケー。はい、いいよ。ありがとう。いただシールドリチャージ中。だいぶ近いかな、うん、だいぶ近い。結構ただ詰めては来ないと思うけどな。向こうの方が有利だからね。 100m は切ってる、うん、うん、オッケー。医療キットそこの取れるかな。ちょっとでも見とくね。なんかショートしない。めっちゃ来てるよ。来てる。オッケー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 。空爆ある。あるよ。ここ行くよ。立てよ。ほい、入って入って入って。この前やった。これ来てる。いや、来てる。あー、裏カード。やるしかねえな。あ、ごめん、やだ、ごめん。いやー、ごめん。いや、思い切り詰められたな。いやー、やり合うとしつつ逃げてしまったな。くー。ネクスター。いやー。ぐー、逃げなかったか。いや、ちょっとせな。あれだな、医療キット取りに行くときにエルがちゃんと後ろ見れてなかった。だから見てるか見れなかった。くそ、やられた。詰められちゃったな。いやー、でもあんぐしゃかったんだろうな。もし戦うっていうんであれば、あの家の中で止まってて、今降りちゃったから結構向こうの方が有利だったし、位置的に。いやー、あんまり逃げる時、そう、戦う気はなかったんだよな。平和を超えちゃうと、やっぱり超えてる間に私撃たれてたから。いやー、むずいな。そうだね。あとまあむずいね。戦うなら戦うで結構、まあなんかずっと課題のどこでどう戦うかっていう判断がつけられないっていうかな。なんか課題な気がするな。そう、戦う判断のタイミングわかんねえんだよな、相変わらず。今のも多分正面いなかったから、もう逃げちゃった方がいいかなと思って逃げたんだけど。いや、引くってなった時に、なんかまひまひが医療キットって言って、長尾くんが医療キットもらうって言って、誰も多分追ってきてるかどうかを確認しなかったのよね。ああ、なるほどね。そうで、エルがいや誰も見てない、確認しなきゃって言って確認しに行った時に、うん、もう詰めてきてたって感じだから。だね、なるほど。ちゃんと見た。それがあったら多分牽制もできたし、ウルト入ってもっと早く出たから。だね。確認もだし、あれですよ、逃げた先も結構車線ガンガン通るから、上登られたら、あれ塀の上。だから逃げるって判断良かったんだけど、車線がな、あれ逃げても多分逃げてる間に撃たれるの分かってたから、きつかったっすよね。あれはもう戦うしかなかったんだろうな。いや、むずいな。で、後から分かるやつ。おお、やるな。やりおった。やりおったわ。あっちに敵を。あっちに敵だ。まあやっぱあとマップの把握だな。どこで車線が切れるのか全然動けないからな。いいドーム。いやー、これはいい。いや、強いな。いや、詰めるよね。うわー、持っていく。いや、強い。あ、でもそれあれみたいな。自分みたいな。レイド君のジブはマジでうまい。ね、うん、まい。ずっとジブだから。あっちに敵を。
こっちだ。お、やりに来た。やっぱりハイドで生き残るのレースなんだな。なあ。レースしかいないハイド。5かけか。すげえなあれ。行くよなそれはな。これ実は配線じゃなくてフルパイたら受けるような。おーおー。なすりつけられたのか。レイス。レイスうま。リヒクっていうね。あレイド君も。いやーうまい。こっちへ行ってみよう。こっちだ。はあ。標的を発見。いやちょっとレイド君たち視点見たいね。さっきやられたところの。そうだね。どういう判断でそうエルたちを詰めようとしたのかっていうのね。うん。ああいやな。後で見とくか。こっちへ行ってみよう。こっちにちょっと散歩しよう。敵を確認した。クリプトダーン。クリプトだ。クリプト2人になったからな。結構飛ぶな。こっち大丈夫そうですか。あっお帰りなさい。お帰りなさい。ちょっともう多分明日まで治らなそうなんで。あら手動で。いや、いろいろ試したんですけど、ずっとサイト。うわ、おった。大体試したけど、多分ダメなんで。あー、なるほど。で、あれですよね、なんか、多分僕がいない間に2試合くらい回されてた。そうっすね。これがラストです。これラストです。あ、なるほど。なんか僕、見れ、画面キューブ見れてなくてあれだったんですけど。ダメだ。決められて負けちゃいましたね。ええー。ダーに。あ、指定のジックスターに。はい。なるほど。どう詰められたかみたいな感じだから。ちょっと後で配信ちゃんと見返しておきます。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんか個人的な反省点とかありました？皆さんの方。俺はやっぱりなんかずっと前からの問題のその戦闘をする時と引く時の判断がやっぱりつかないからやられてるなって感じですね。なるほど、そこで言う中ぐらいになってしまう。そうですね、そこで中ぐらいになってるっていうのが。一回一番最初に教えたことに戻ってみて、その50/50な戦闘は避けるっていう、はい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 、そこに立ち戻ってもいいかも。ああ、なんかそのなんか逃げられない戦闘があるじゃないですか。うんうん。そうですね、その腕が逃げられないっていう判断になる前に多分戦闘しないといけないと思うんですけど。うん、なんかあれですよね、よくうちがやられちゃうのは急に詰められた時の引いてる時に大体やられるみたいな。そうそう、急に出っ歯負けなんだけど追われてやられるみたいなのかな。それを返したい。そうっす、返したいし、返すとしたらどこでその返すっていう判断をしてどう見てはいいのかっていうのがわからないから。純粋にやっぱり誰も見てない時があるんですよ。うんうん、申し訳ない。今回も多分見てたら急に詰められることはなくて、詰めてくるって分かってたから3人でフォーカスが合わせられたのかなって。なるほど、まあ、事前に防ぐならなんか変に見通し悪いところを当てて、見通しのいいところで全体もう見れる。
そしたら多分急に詰めてくるっていうことがなくなると思うんで。そう。で急に詰められたらやっぱ対応も難しいじゃないですか。だからそうですね。ただもう本当にどういう状況でどう押されてどう負けたのかっていうのがあれなので。そうですね。まあ本当また次回かな、その細かいところは。まあ、そうです。個人の反省としてはそんな感じかなって、ね。なるほど、引く判断がやっぱりまだつけられない。ああ引く判断と、うん、なんか引く判断っていうよりは戦闘する判断、返す判断って感じですかね。なるほど。ただ返せるのは賞賛があって返すものであって、うん、たまたま返すものではないんですよ。だから、はいはいはい、ちゃんと返すのであればしっかり戦闘を毎日めちゃくちゃ鍛えないといけなくて、はい、そうしたらあの状況になったらなんだろうな、やばい、ちょっと見てもらってって感じなんですけども、あの状況になった時にどう立ち回るのが正解だったのかなっていうのがやっぱ分かんないかなって引く、うん、なるほど。他に引いて逃げられる場所はなかった、建物の中だったり。そうですね、もうなんかあの状況になったらもう多分負けなんだろうなって感じなので、あの状況になる前にじゃあどこでどう立ち回ったらよかったのかなっていうかな、やっぱり敵とそこまで距離が縮められてるっていうのはやっぱり索敵が不足してる可能性がある。結局そこまでそれ断定できないですけど、はい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 、それはそうだと思います。あ、なるほど、じゃあ そこからですね、とりあえず移動する際も長尾さんが例えば僕よくやるんですけど、マシさんこっち、Lさんこっちって感じで、はいはいはい、僕はこっちに出たらって感じで、本当に全方360度全体カバーできるような感じ体制にして、でそれでいつも索敵をしてるんで、はい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 、それですな。長尾さんもこっちとかこっちとか全部見たいけど見切れないっていうのが絶対にあると思うんで、そうなったら他の2人の力を借りる。はい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 、ただ本当にあれなので本番まで時間ないので、そこは全然焦らなくて大丈夫です。本当にもうそう、なんて言うんだろうな、索敵をすることによってその未然に近くで急に出てくるっていうことを防ぐっていうことだけにしてれば、はいはいはい、とりあえず交通事故みたいなことが起こらないと思うので。なるほど、うん、だからまずは返すことよりもまずそっちを優先してほしいかなって感じです。なるほど、そうか、やっぱ返すの前の段階ですね。そうです、だいぶ返すのは多分あれですね、攻撃打ってレベル的にっていう問題ですよね、はい、ですよね。ダメージレースとかで勝った状態か漁夫か中距離で1人ダウンぐらい持ってってやっと戦闘始めようかなってなるぐらいがいいと思うんですね、Lたちは、ね、うん、そうですね、とにかくだってもう経験値がやっぱり違うじゃないですか、うんうんうん、そこはどうやっても覆らないものなので、うんうんうん、だからその経験値を覆すよりも自分たちが今できることはやっぱり積極的だとかそうなっちゃうので、だから本当にそこをまずできる部分だけやっていきたい感じ、そうなったら、はい、なるほど、大事だと思います。その前の段階なんだな。なるほど、ごめんなさい、ちょっと携帯の音質になってしまって申し訳ないです。はい、OK、したらバチバチの放水回線でありがとうございます、お届けしております。不安だ。明日が手動で果たして直せるのか。いや、いろいろあるんですよ。タスクマネージャーでインターネット使ってる割合のソフトとか全部洗い出せるんですけど、でもなかなかそうですね、やっぱりもう回線の元自体に問題があって、それはもうどうしようもない。明日夜、明日夜祈って大丈夫そうだったらやる。乗りましょう。はい、乗るしかないです。祈りましょうだけど、でも今日普通に名古屋出れない日？ん？ああ、今日明日、そう20日ね。また俺が別の別件が入ってていけないんだよね。悪い。ブライズさん治ってないと。あ、もう大丈夫です。頑張ります。はい。はい。長尾は、そうですね。20ダメで21からは全部行きますんで。オッケーです。ごめんなさい。大丈夫です。そう、まあそしたら、そうです、明日、頑張って、ね、はい、はい、治るように
エルのコメント欄でこんなに声で電話されたら惚れるって言ってるガツ恋勢がやべえ画像をプライスさんガチ恋使いましたねとうとうプライスさんよかったですねよかったですね照れちゃうあーやべえことやったらクソマロ来ますクソマロいやいやいやプライスさんが求めたはいですかね。ね。そしたらじゃあ今日はこれまでにしますか。はい。はい。はい。ということでじゃあそれぞれで締めきますか。じゃあすいませんちょっと最後の辺コーチングできなくて。ああです。申し訳ないです。お疲れ様でした。またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。と、はい、いうことでいやーやっぱもうちょいいろいろね連動上げていかないとな難しいこのゲーム。ただ。現実的にあと何日なんだ、あと24までだかって4日しかないからそれでその中で何ができるかっていうのを取捨選択してやっていかないとなと思いましたということで裏でもちゃんと練習しておきますで長尾明日が1日お休みですごめんなさいちょっといろいろやることをやらないといけなくて明日は1日お休みになりますすみませんまた明後日以降明後日からはカスタムは全部出席できるのでお楽しみということでまあでも言うてもまあなんか毎回問題が出されてはいるんだけどでもなんか順位的には最下位みたいなのはならなくなって配慮は普通にできるしちゃんと立ち回ればキルも取れるんだろうな1戦目とかが結構そういう感じだったからまあなんかそんなに悲観的にはなってないかなって感じですねうんそんなに悪くはないうんからあと4日で詰められるところを詰めて、いい順位、いい成績残せたらなと思います。じゃあ今日はここまで、チャンネル登録と高評価とベルマークよろしくお願いします。ほな、おつまぶし、バイバーイ。